FM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、井上公子さん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花信之です。水曜パートナーのメープル超合金&夏です。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。なっちゃんからこの前、はい、先週 LINE、うん、来てね、うん、今ダウンタウンデラックス見てますかみたいな、地下芸人スペシャルやってますよみたいなね。ちょっとね、いなかったんですよ家に、はいはいはい、まだ見てなくて、うん、すごいなんかあれでしょ、いつものワードが、一面がね、なんかね、メールが来てる。いいですか、メール。地下芸人スペシャル、ノンカフェインレスコーヒーさん、うん、先週のダウンタウンデラックス地下芸人スペシャルという、うん、まるで水曜ラジオショーみたいな企画でした。こんなんやったんだ。ご覧になりましたか。ダウンタウンデラックスで松本さんから地下8階というワードが出てきた。松本さんはラジオショー、特に水曜日のリスナーなのかもと喜んだのですが、うん、芸人さんに対して地下何階という言い方をするのは、うん、花輪さんの専売特許ではなくてポピュラーなことなんでしょうか、うんうん。また中野 V スタジオ、V スタね、雪男、うん、冷蔵庫マン、はい、原始人事務所など、夏さんの口から聞くおなじみな言葉がたくさん出てきて、マジで地下ライブ知らないくせに、うん、知ってる知ってると思って楽しめましたよという、マジでダウンタウンデラックスに雪男とか出てきたの？名前だけでしょ、口本人出てきてないでしょ。出てきてないですけど、あ、まあ、モグライダーとかランジャタイとか、あが出たんだ。あとシンクジェシカとか。だからモグライダー、ランジャタイ、シンクジェシカがさ、地上に上がってきたからさ、そういう名前出てくるようになってきた。今チャンスなわけだよ、地下芸人たちにとっては ね。そうですよ。モグライダーめちゃくちゃ売れてきたもんね。めちゃくちゃ売れてますね。工場委員会とかも面白かったですよ。めちゃくちゃそうだよね。結構あいつさんまさんに対しても言うしね、柴くんも。ガツガツ言いますもんね。言うしね。あれ、ジュノンボーイとかも表紙になってませんでしたっけ？え、どういうこと？ジュノンボーイ。柴くんが。柴くんがジュノンボーイになったの？あれ、でも幅広く。ジュノンボーイだったかな。え、どういうこと？あれなんか、イケメンだからね。イケメン系の雑誌の、うん。え、マジで、もうモデルとして表紙になったの？モグライダーが。え、最近？はい。え、ともしげも？ともしげもいたと思います。それはおかしい。ともしげだってね、石立哲夫さんみたいな顔で。俺はね、かっこいい。昔からかっこいいと思ってたけど。イケメンではないでしょ、だって。ともしげは。私の、表紙。すごいね。いや、だから、もう地上になっちゃったからね。でも、かずみ5っていう言葉出てこない。やめろ。やめろ。なんでだよ。誰も出したくない人はいるのよ。誰も名前を出したくない人はいるのよ。地下の中にもいろいろあるでしょ。いろいろ、まあそうですね。質が。そう。地下だったらみんなが仲間ってわけじゃない。いや、地下感でもすごい。みんなで上がってこってわけじゃないのよ。そっか、地下感すごかった。V スタとか、そのロケ行ってて、モグライダーが。あ、見たかった。もう、ビデオ撮ってるから。いや、面白かったっす。はい。これな、ジュノンボーイ。出たね、本気の。芝くんの。本気の芝。うん、ジュノンボーイ。出たよ、本気の芝。やってんだ、芝くん。出たよ、本気の芝くんが。ねえ。こんな写真撮って、なんでね、ともしげ。ともしげ。ともしげおかしいでしょ。あ、でもなんか、ともしげもイケメンに見えるもんな、なんか。そうですね。うん、顔が、なんか、ジャニーズの2倍ぐらいあるけど。本当に。面積がね。面積がね。面積さえ少なくすればさ。そうですね。うん。ちょっと平米数が、ちょっと。外国とか行ったらモテそうだけどね。こういうのでも、やっぱ修正ちょっとしてんのかな。やっぱちょっとね。してんでしょうね。肌の修正みたいなの、なんか、なんかノラちゃんもなんかしてもらうって言ってたし。やっぱ帽子と、そうね、眉毛とかさ。ああ、綺麗ですね。もう一回やったことあるけど、ロンハーの奇跡の一枚ってやつ。はい、あれもアイコンとか入れたからね。あ、そう。アイコンがもう本当にきつくてさ。アイコン？カラコンでしょ？カラコン？あ、カラコンか。アイコン、アイコン。目のアイと。カラコン。コンタクトはみんなアイだから、それは。カラコンタクトやったから。うん。あの時も痛くてさ、慣れるまで。ああ、あんまり入れたことないですか？入れたことなんかないでしょ。本当ですか？ブルーの。普通のコンタクトと違うの？入れる痛さが。なんか、慣れてなかったのかもしれないけどね、当時まだソフトコンタクトでなかったからさ。あ、そう。そう。はい。うん、さあ、ここでね、電車の情報ですね。人身事故の影響で運転を見合わせていた小田急線は、先ほど午後0時50分頃、全線で運転を再開しました。この影響でダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。はい、お願いします。ね。よかったですね、地下芸人の話が。そうだよね。
あんなすごい番組で。でやっぱ去年の M1 ってやっぱすごかったんだね、そう考えると。そうかもしれないですね。地下芸人のみんなが決勝行って、優勝も錦鯉でっていうので。底力だね。ちょっと影響力が。ね。底力だよ、これは。来ましたよ、時代。だからこれ吉本の、あの、常設の劇場の強さ。と、この地下芸人のその強さが同じぐらいになってきたってことですよね。あ、まあ、統計で言うと戦えるようになってきたっていう、だからこの前の NHK で笑いの正体っていう番組があって、インタビューをみんなつなげていくやつ、俺も出たんですけど、あの時に松本さんが言ってたのが、すごく面白かったのが、やっぱり今までダウンタウンは、もう若い子に受ければいいと思ってやってきたっていうのは、もうよく本とかでも書いてあったじゃん。だけど今考えたら、トミーズとかハイヒールとかが NGK とか出て、俺たちがあんまり出番もらえなくて、京都花月ばっかり行ってたんやと、ダウンタウンは。で、その時に、ほんと客少ないお年寄りの前とかでやってて、あれが良かったんやと思うって言ってたんだよね。だからその時に、こうなんだろう、お年寄りの人とかも笑うコツみ、感覚みたいのも、ダウンタウンさんがそこで習得してるから、後のダウンタウンになってるっていう聞いて、だからいつも同じ、満員のお客さんで、なんだろうっていうとこよりも、ある程度この荒れてる場所とかで、栄養というか経験値積んでた方がいいっていうようなことだと思うのね。俺たちも東洋館もそうだし、まあいろんな喫茶店とかもそうだし、いろんな経験がある人って強いじゃないですか。なんかちょっとそれもあんのかもしれないな。ダウンタウンさんもそういう経験があったんだね。やっぱこうすごい若い頃からもうね、ファーキャー言われてたわけではないんだ。全然違うんだって。やっぱ京都花月、何度俺たち。京都花月時代があったんだ。京都花月が俺たちの中で、わかんないんだけど、やっぱりちょっとその、なんだろう、一線じゃないようなとこだったんだって。で全然お客さんいない中で、おじいちゃんおばあちゃん、でも俺たち受けてたから、って言ってたから。なるほどね。だってその、デラックスでも芝くん言ってたのは、その、お客さんがゼロでもやってたとか、それ一人でもやってたとか、そういう話してたんで、まあでも本当そうだったですよ。ゲームしてるおっさんの前でやんなきゃいけないとか。え、客席で？客席で。何来てんの？何で来てんのっていう。何しに来てんのっていう。すごいね。寂しかったのかなっていうぐらいの人でもやってましたね。そればっかりだとダメなんだろうけど、まあ程よくね、ネタ番組とかもありつつも、だからこの前、マセキの若手と、なんか珍しいんだけど、マセキだけで福島にね、ちょっと営業があったんだけど、どっちかっていうと年配のお客さんだったんだけど、赤もみじってマセキで今結構勢いがあるコンビとかが、やっぱり見てて、あ、もうちょっと多分普段お年寄りの前とかでやってたら、もっと違うのになって思ったからね。だからやっぱあの経験はすごくいいことで、だから俺、亡くなっちゃったマセキ芸能社の社長は、割と若い時から、なんかデパートでみんなやらせたいとか、そういう場を結構与えてたから、なんか割とその、工業とかうんぬんよりも、ああいうなんかいろんなとこでやらせる。経験が大事なんだよね。っていうのは結構大事だなと思って。赤もみじなんかもうちょっと経験したらもっと良くなるなと思ったもんね、そういう機会がやっぱなかなかないのかね。ないと思う。なかなか、お年寄りの前でやるとかっていうのはね。あとまあ、持ち小屋がないので、いろんな場所のいろんな、そのライブに出て、そのネタをやるっていうことが多かったので、うちの地下芸人とか特にその。だからそういう経験を積めたっていうのは良かったんですよね。良かったのかもしれない。今思えばね、嫌だったけどね、その当時は。そう、若い時はね。着替える場所も、踊り階段とかさ、ああいうとこでみんな着替えたりするし。あれ、高円寺の箱っていう小さい劇場が確かあって。箱って名前なの？それで、その着替える場所が、舞台の真裏？だからさ、スクリーンの真裏みたいな。場所がないんだ。もう場所が1畳もないっていうか、もう細長いところで、もう着替えてた記憶がありますね。だって今だったらね、変なし、車で行けるじゃない、で、自分で家で例えば車着替えたりして行けるじゃん。当時車なんかも乗れないから、もうまずでっかい荷物持ってさ、電車で行ってね。そうですね。だって昔のシアター D だってそうだったもんね。そのもう本当舞台の裏のこの細長いスペースしかなかったからね。あとなんか、そのさらに出たベランダね。
そうそうそう。ベランダの、またベランダも汚いベランダがあって、そこでね、あの、着替えたり、ベランダにあと仮設トイレみたいなのあってね。ああ、トイレもそのベランダで。渋谷の、なんだろう。いい景色じゃない渋谷ね。そうそうそう。ガラス張り。悪い渋谷の景色しか見えないと。そうそうそう。とかでやってたからね。やってたね。でもそれがいいんだよね。なんか逆になんかこう、完璧に整備されてる。できましたみたいなところの時になんかちょっとなんか嫌だったもんね。そうですね。だからなんか、うん、こちらの女性の着替える部屋ですって用意されると、いやいいです、そんなみんなみんなと一緒でがいいですみたいな。女子はねやっぱね別部屋用意されるから。全然かこの前もその魔石のやつがさ、 あれニッチェいたっけ。ニッチェいなかったよ、ね。あの高田ポルコちゃんとパーパーのアイナプーはいた、ね、アイナプーとさ、うん、あの高田ポルコ女子が2人だったんだよ、うんうん、ほんで二つ楽屋があったんだけど、うん、あと全員男子はすっげえ狭いところに詰められて、うん、俺もうアイナプーとパパに部屋与えんのよと思ったもん。どこでもいいだろこいつら着替えんのと思って。一応女子部屋みたいな。ないけどね。一応そう女子バランスおかしいだろと思って。ちょうどいい広さにはなってなかったけど。せめて星のぐらい入れたっていいじゃん相方なんだからさ。異常に狭いところにさ、家があったけど、それはもっと、みんなのこう、なんていうの、席がさ、もうぎゅうぎゅうだからさ、俺、その席の真ん中に一個だけ、俺ら途中で行ったじゃん。一個だけ、あの、美味しそうな湯べしが置いてあった。これは誰かの持ち物なのか、真ん中に公共のスペースに置いてある。会場が用意してくれたケータリングなのかね。それがずっとわかんなくて、俺ずっと遠くから見てて、食べていいのかな、あれっていうので。個人の湯べしってあんまないですよ。いやいや。食った食った。結局ね。星野のやつだったでしょあれ。え？あれ星野のやつだった。え？星野だったんですか？食べた後に星野に言ったら、星野のやつだった。でも、星野の飯なんかあります？星野優しいのが、いや、美味しかったから、誰か食べてくれると思って買ってきたんです、とか。なんかね、ちょっと前に来て、近くのお土産屋さんで買ってきてたやつなんだって。それをでも、机の真ん中に、一個だけあったから、あ、一個だけ？いっぱいあった中でみんなが取った後の残り一個かなって思ったのよ。ラス一ね。そうそう。そうね。したら、そうなんだよね。いや、まあ、あんま個人の湯べしってね、うん、そうそう、まあね、ないから。個人湯べしないからね。個人湯べし。まあ、公共か個人か分かんない時はね。でも、楽屋に置いてある湯べしは大体みんなのもんじゃんだって。じゃあ、やゆべしはやっぱみんなで。そのスペースがね、スペースの問題で、そこになんか、私物のなんか、台本とかさ、なんかわかんないけど、置いてあるとしたら、想像できるでしょ。何センチぐらい離れてたその、席になんか置いてあるじゃん、この携帯とか。これぐらいのね、やっぱその、着替えがね、何センチにもよるよね。このブースの中のテーブルぐらい、長い椅子ぐらいですけど、ゆべしは星野の、この辺に置いてありました、ね。じゃあ、星野の私物はどこに置いてたの？星野の私物はこの辺にある。それは、でも星野のパーソナルスペースだよね。全然公共じゃないです。個人的な指ちょっと手を伸ばすには、ちょっとこの何、背もたれから、こう、何、浮かないと、やっぱり届かないぐらいの位置に指べしがあったから、うん、俺はこれ公共の指べしかなと思って。本当なんか、時代が時代だったら死んでますよ、そんなに、うん、いや、毒殺というかさ、何の疑いもない。食っちゃってんだからね。危ないよね、その。そうだね。うん、すぐ罠に引っかかりそう、ね。すぐ罠に引っかかるよね。本当に。その湯飯がどういうドッキリかかるかもしれない。甘いものをここに置いてたら。そうです。すぐ食っちゃうから。超バカな人のあれじゃない。いや、超バカな人。超バカな人ですよ。まあ。いや。いや、そんなことない。土屋さんは、本当に和菓子が好きだから。俺は、どっちかっていうと、甘いものそんな好きじゃないじゃないですか。でこの前千葉テレビだっけ、うん、千葉テレビのレギュラーでやってる番組で、うん、三重から、ね、企業がね。企業が来られた時に、ね、赤福を買ってくださったんですけど、うん、お土産赤福。気がついたらもう赤福半分ぐらいなくなってんだよ。一人でもう5個ぐらい食っちゃうんだよね。一人で食べちゃう。もうあんま、俺、1個食べればもう、結構お腹いっぱいになるじゃない、まあまあ、もう、あんこもりってさ。いや、あれ。あのめちゃくちゃ食うよ、しょ。結局半分残って、結局誰も食べなかったでしょ、俺は人も、スタイリストも食べなかったじゃん。その残り俺持って帰って、家で食べようっつって。でも家族も全然手つけないから、うん、結局全部俺が食べた。いや、でもそれありがたい。12個ぐらいあれ全部。すごいな。めちゃくちゃうまいね、赤福って。ちょっと。めちゃくちゃ、だから毎年、
串本整形外科の漫才大会、ね、串本真子ちゃんのお母さん持ってくるじゃないですか。はいはいはい。あの、お相撲のね。そうそうそう。あの時もうめちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。赤服は、しかもまたあの、要するに保存料とか入ってないから、日持ちしないじゃない、ね、いいやつだから。だから早く食べなきゃいけないんだけど。あんこがね、なんかやっぱ、あっさりしてんだよね。赤服って。でも餅もやっぱりかなりいい餅で。本当に美味しい赤服は。うん、大好き。赤服ね。うん、あの、木べら良くないですか？木べらいいね。うん、木べら。そう。あれ、本当はね、やっぱ一人で独占して、あの木べらのまんま行きたい、ね。あげるよ、もうじゃあ。いらないよ、俺、赤服。っていうか、独占してたじゃないですか、うん、結果。いや、持って帰ってんだから。一応、その、みんなに気使って。みんな食べ、みんな食べなかった。箸で食べてたけどね。そう、結局みんな食べなかったから、俺独占してじゃあ、木べらのまま行ってけばよかった。あ、まあ、そっかそっか。全然手つけないからさ。いや、まあまあまあ、嫌いではないけどね。なんか、そんな一個た、食べるぐらいかな。いや申し訳ない。星野くんには申し訳なかった。まあまあね。ゆべしの件はね。あ、買って返してあげたんですか？あ、帰りにね。アイナプーにはおったけどね、帰りちょっと。なんか。そう、なんかいなかった、なかなか。なんか時空歪んでないですか？何？なんで？いやいや、なんか、それは。終わった後、そのなんかもうね、コンビニしかなくてね、あそこ、那須の。那須塩原の駅までね。うん、そうそうそう。もう時間も遅かったからね。うんうん、そうそうそう。店やってないから、ね。だからもう、星野くんたちはもう買った後だったから。うんうんうん、一人アイナップがなんかレジで、うん、待ってたから、うん、それは怒ってあげた。ああ、そうなんだ。うん、星野に怒ってあげればよかったね、あれね。星野は。ゆべしを食べたんだからね。まあだから星野にももう一回聞いてみないと。うん、誰かにあげるようだったのか。うん、後で本当食べようとしてたのか。うんそれはもう一回確認しよう。嬉しいと思うよ。一個で日をまたいでまた確認する、うん、それ。そうしたら。後ろもそうです。事務所の後輩ですもんね。ただ、星野はやっぱりあの日俺はちょっと星野に怒ってて、うん、やっぱりパーパーの、なんか営業、うん、まあ別に、内容は別に15分で、ネタ、ね、ネタを2本やってやるんですけど、うんうん、その、ネタ短いんだよ、なんか、うん。別に面白いんだよ。いつもやってるネタを。うんうんいや、一本やって、もう一本じゃあお願いしますってやるんだけど、うん、で、最後がさ、うん、4分ぐらい、うん、歌をさ、うん、星野が歌うって言い出して、うん、今バズってるじゃん。うんうん、そこまでは別にわかるんだけど、うん、何歌なんかの、春だから何がいいですかねみたいなさ、うん、なんかお客さんに聞くんだよ、リクエストみたいな。うん、でも、お年寄りだから別に何でもいいから早く歌えよ、みたいな。空気になってて、うん、でなんか全然そういうお客さんじゃないわけ、おとなしい人だったの、うん、あんまり手も挙げないし、うんはい、そしたらなんかそこですごい時間かかって、うん、うーん春だからなーみたいなさ言ってんだよそれで俺もなんか袖でちょっと押してるし、うん、帰りのバスの時間もあるから早く終わってくると思ってんだけど、うん、じゃあ小袋のなんか桜とか歌いますか、うん、みたいな感じで、そしたらアイナップのそのパッケージがなんかあるのか分かんないんだけど、うん、アイナップがじゃあ手拍子やりますとかっつって、うん、こうやって桜の花びらみたいなさ、うん、そのサビの部分から歌うと思ったらさ、うん、最初から歌うんだよね、うん、あがっつりがっつり、でやっぱがっつり聞かせたいんだよね自分の歌をうまいから、うん、ですっごいそれがなんか長いわけよ、うん、サビまで行くまで、うん、でそれでただでさえなんか早く歌えようと思ってんのに、うん、手拍子がちょっとごめんなさい遅いですね、なんか。知らねえよ。早く歌えよ。全員に手拍子させんの耳わかんないし。はい。で、アイナプーがさ、うん、なんかその時ってアイナプー歌わないから、うん、ないじゃん、自分の仕事が。うん、したらなんか自分で考えたパッケージなのかわかんないんだけど、うん、市長さんですか？手拍子遅いですよ。みたいなことを言うのよ、勝手に。前に座ってる、ね。前に座ってる。うん、で、全然、市長さんでも何でもないわけよ。うん、市長袖で見てるしね、うん。市長さんですよね。テンポ遅いですよみたいなことで、うん、こうやってまたやるでしょ、うん、そしたらまたなんか合わない合わないんで、うんうんうん、でまた市長さんのせいで全然テンポ合いませんみたいな感じで全然歌わないから、うん、これ何なのこれみたいな感じでさで、まあ、それはなんか遊びだと思ってたわけそういう、あまあ、そういう お笑いだと思ってた、うん、でじゃあ本当にいよいよ始まるでしょ、うん、そしたら結構また歌うじゃん、うん、そしたら本当サビの部分でやっぱごめんなさいテンポが悪いですかさ、うん、なんか歌手だからあいつなんか歌えなくなっちゃうんだよねあバラバラになっちゃうとバラバラになっちゃうと、うん、それで結構なんか本当のやつ本当のごめんなさいみたいになって時間使ってたっぷりやってもうベストコンディションで歌い切るっていう、うん、歌いたいんだってだからもうなんか的でテープか何かさそうっすカラオケ何かすればアカペラだったってことですかアカペラなんだけど手拍子でっていうね歌手だからねあいつは
たいたいのかな。やっぱそこがあれだね、やっぱこううまくパッケージ作らないと。ニッチェとかはね、なんかこうニッチェはうまいのよ。歌うま芸人ですって紹介してから歌うまでも早いし、歌った後のこう拍手のもらい方とかもうまいんだよ ね、うん、そこの演技がね。でそのままなんかこう、煽っていくみたいなのが、あのやり方うまい。あともう替え歌というかね、もうオリジナルの歌があるからね、ダイエットの歌とか、笑いが起きるやつ。お客さんにその促してんだけど、うん、促すだけでいいのね、ああいうのって、うん、本当のリアクションは別にどうでもいいわけ、うん、だからサスペンダーズっていうコンビがいたの、その前に、うん、で全く多分営業に慣れてないから、うん、要するにいつも あのみんなやってる芸人のくだりをあいつらが考えてきたわけ、うん、僕ら、まずなんだっけな、あの何々で見たことある人、ネタパレで、あ、なんとかで見たことある人、うん、つって、うん、でその後ネタパレに出たんですけど見たことある人つって、うん、ありがとうございます、じゃあ最後エンタの神様見たことある人、うん、エンタの神様は出てないんですけどねみたいなやつをやりたかったみたいで、うん、ネタバレで見たことある人って2番目のやつで、誰も手挙げなくて、うん、ないんだ、だってお年寄りなんだよみんな、だからここで手挙げてくれないとできないですって言い出しちゃって舞台に言っちゃったな、何ができないんだよ、うん、分かんないもんねそれ言われて、ね、なんか反省したから、ああいう時は、うん、もう後ろの席の方を見て、うん、手挙げてる手にして、うん、ありがとうございますって言って、ねね、すぐエンタの神様って行けばいいんだよって言ったら、うん、ああなるほどみたいな、本当にお客さんの反応いちいち気にしちゃうからそういうのニッチェとかすごくうまいんだよ ね、 そうね、うんうん、実際手挙げてない時あるもんね、あるあるある、ああいう時もニッチェはすごく、うんうん、なんか、で、あげて、もう前の人は別に見えないからね、客席全部。そう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 。うん、ああいうのはやっぱ、なんか思ったね。うん、すごい。あるんですね。やっぱそういう。そう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 。面白かったけど。場がなかなかないとね。やっぱその、早坂営業って本当ありがたいだからね、そういう意味では。早坂営業の。最高峰ですよね。ね、早坂さんの話、すごい出ます。もしかして。だんだんデラックスでは出なかった早坂さんの話。出てないんですけど。地下芸人の話では。早坂さん、うん、本体の人ですか？どういうことですか？ラジオショー、なんかやってます？いやってる。いや、早坂さんから、ラジオショーの本体。スポンサーだから気遣って言ってるわけじゃないです。早坂営業、スポンサーで入ってほしいけどね。確かに。爆笑お笑いフェスとかがね。そうですね。入ってほしい。早坂すみ子の提供で。まあ、個人なんだ。個人いいですね。もう言ってください、いいよね、今度。でも、うん、その千葉テレビのね、うん、僕ら番組やってるんですけど、うん、もう11年、うん、もうなんだろ う要するに企業がナイツにいろんな商品を開発してくださいって言って、うん、なんか大喜利とかキャッチコピーとか考えて、うん、いや売り出すみたいな番組でもう11年やってる、ヒット商品会議ですね。で大体、うん、まあなんか会社が多いわけですよ、うん、そういうなんだろう工具の会社とかね、うん、ちょっとあんまりテレビ出たことないような会社とかが多くて、うん、うちのこの商品をどうしたらいいですかねみたいな、うん、もうちょっとこうしましょうよって真面目ななんか社員の人とかすごく多いんだけど、うん、この前一人で大阪から歯医者さんが来たんですよ、うん、で意味が分かんなくて、うん、それでなんか打ち合わせの時からまず意味が分かんないの、このお笑い笑いの歯医者ですみたいな、うん、笑いをテーマにしてる歯医者のプロデュースお願いしますって来て、うん、それでああ終わりました、どういうことですかみたいな、うん、いや特に歯医者のプロデュースは全然ないので、うん、なんか笑いの力をすごく信じてる歯医者さんなんですみたいな、だからその4週、うん、1週丸々その人だったんだけど、うん、そのずっとその向こうのなんか笑いの話だけ聞けばいいですみたいなさ、まあ意味わかんないじゃん、うん、それで本番始まってきてさ、すっごいなんか真面目そうな人なんだけどさ、うん、なんかお笑いがすごく好きで、うん、はい、もう本当にナイスさんに会えるの楽しみにしてました、うん、じゃ今日は何を我々すればよろしいんでしょうか、うん、いや、うん、本当に僕とモノマネ対決でしたマジで全然意味わかんなくて意味わかんないじゃん、うんうん、それで、あ、わかりました、じゃあモノマネしますっつって、じゃあ、どっちから、あ、じゃあ私からみたいな、うん、それでじゃあまずはキリンの川島さんの真似やりますっつって、先生が、真面目な先生が、うんうん、キリンですとか全然じゃないのよ。マジで寄せないタイプ。寄せないの。キリンですとかって言うから。ちょっとクロちゃんですみたいな感じでした。すごかった。へ、勝てないなと思ったの、この人には。で、ずっ
で、本も出してんだよ、その人。すごい、こう、お笑いが好きだからって言って、もう、やっぱ M1 はやっぱり、見ちゃいますね、とかっつって、やっぱ M1 はもう第1回から見てます、つって。僕は優勝、針金ロックさんだと思ったんですけど、つって。その時点でお前センスねえじゃねえか、つって。ごめんなさい。そういうなんかさ、お笑いを、すっごいなんか分析してる感じの人だよね。で、なんか多分、わかんないね。多分、どこにも多分受けてないと思うんだ。その、おそらく自分の働いてる歯医者とか、試してないんだよ、ね、歯医者でも家族でも、そんなに受けてないの。うん、だけど、ね、お笑いが好きすぎて、なんか喋り方とかも、しんすけさんみたいな喋り方なのね。いちいち。そうですね。中西さんと今日は、我で勝負したいと思ってます、みたいな。それが俺は面白いんだけど。で、あ、M1 好きなんですか、これはちょっと僕の分析なんですけど、花さんがミルクボーイに99点出したじゃないですか。あれってやっぱり、しんすけさんが出した100点あれを出したらいけないみたいなとこあったんちゃうんかなと思うんですよ。いや、もうそのまま、そのままですけど。はい。はい。さすがですね、先生。すごい。はい、みたいなさ。もう終始わけわかんないね。いや、でも本当に好きなんでしょうね。本も出してんだから。笑いはなんか、笑いの力みたいな本。なんとか歯医者の本でさ。歯医者、ごめんなさい、どうやって歯医者を。わかんない。中身読んでないから、歯医者の本なのか、笑いの本なのか、わかんないんだけど。なんで芸人にならなかったんですかみたいな話になるでしょ。そうですね。なんでなんなかったんですかみたいな。いやみたいな。で、一応なんかその、アンケートかなんかに書いてあったみたいで、そのアシスタントの女の子が、なんか先生は子供の頃に、なんかフェラーリに乗りたかったんですよね、みたいな。ああ、そうですね、みたいな。街の歯医者さんの駐車場に置いてあったフェラーリがかっこいいから、なら歯医者になったらフェラーリ買えるんじゃないか。買えるんじゃないかって思って、歯医者になりました、つって。え、じゃあフェラーリ乗ってんですかって。いや、乗ってないですね。え？はい、乗ってないです。いや、別にそこは、いいじゃないですか。はい。乗ってないです。はい。国産車です。はい。ああ、そうですかみたいな。モチベーションはどこにちょっとつかみどころがないんだよね。すごい。終始そんな感じなんだよね。不思議な。お笑いが好きでね。だって大阪の歯医者さんなのに、千葉テレビにね、そうだよ、来たんだから、そのナイツに会いに。そうだよ。すごいですね。それでテレビ、千葉にしか放送されてないのにさ。そうそうそう。どういう。あれ、だから俺、大阪で、結構、いろんな番組のコメンテーターとか、金あるからね、そういうのやってる人なのかなって俺思ったのよ。だから先生、大阪の番組とか、よく出てるんじゃないですかとかって聞いたら、ああ、それはね、まあ一回、はい、出たことありますけど、みたいなこと言う。あ、何の時代ですかって言ったら、なんだっけな。何だっけ、探偵ナイトスクープみたいな、なんか検証番組で。検証番組で、なんか、妻と、はい、一緒に、なんとかの夫婦っていう役で出ましたって、全然歯医者関係なくて。歯医者は素人の夫婦の役で出たことあるって。不思議。わけわかんないんだよね。え、本当に歯医者さんなんですよね。でも、一回も、歯のこと。歯のこと要するに、歯の技術、歯のプロデュース、一回もしないの。ただお笑いの、じゃあ、ということで、これから笑いの力で頑張ってください。今日は大阪から来られた、なんとかハッピークリニックの先生、なんとか先生でした、ありがとうございましたって終わったんだよね。すごい。わけわかんないよね。いや、もう本当に、名医か、本当に、詐欺師かどっちか。どっちなんだろう。なんかすごい、興味湧きました。いい人だったけどね。いい人だったよ。めちゃくちゃいい人なんだけどね。なんか多分、何かこうやってもらうほど、別に大変ではないわけよ。だけど本当にお笑いが好きで、何かもっと深掘りすればあったと思うよ。自分にしかできないみたいな。そうね。だから、歯医者の時も、なんか、笑わせよう、と思って、ちょっと言ってたよね。もう子供って歯医者すごい嫌がるじゃん。ね、それをなんか子供を笑わせようと思って、お笑いを勉強して、モノマネも練習して、すごい純粋なんで、ね、言ってた。モノマネも今すごくできるようになりました。つって、キリンですって言ってた。かわいい。キリンです。ちょっと下げてほしかったですね。そう。簡単なのにな。川島さんのモノマネじゃないのかな。キリンです。動物のキリンの話だ。キリンさんです。松本引っ越しセンターみたいなことみたいなことなのかな。ゾウさんです。うん、ですみたいな。それじゃあそろそろ行きましょうか。
program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めましてこんにちは、ナイツの土屋信行です。花輪信行です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。さあ、今週のラジオショーは今年もプロ野球で楽しみましょうと題して、うん、野球好きリスナーはもちろん、そんなに野球を知らないという方でも楽しめる野球トークをお送りしていきます。なっちゃんもあんまり野球は詳しくないのかな、うん、知ってるのはまあ盗塁ですかね。知ってるワードが盗塁。盗塁類を盗むとか言ってる。類を盗む、それは知ってるね。あんまり例えとしても使わないやつ。なんかそんなに出てこない日常会話に盗塁って。盗塁知ってたらもうちょっと知ってるでしょ。スライディング。スライディングは盗塁じゃねえか。いや、盗塁関連じゃねえか。盗みたい年頃なんですよね。盗塁犬好きなの、そういう。盗塁、うん、はい。ということで、この後1時台はですね、ショーアップナイターでもおなじみ日本放送の荒井川雄二アナウンサーが登場です。はい。そして2時台には元巨人の宮本和智さんが登場してくれます。うん、そうですね。うん、まあ、宮本さんはもう本当に去年までコーチやってましたから。そうですよね。今日なんかビッグボスのさ、あの開幕投手がドラフト8位のピッチャーですから、ね、発表されたんだ。ドラフト8位すごいんだよね。ただすっごいいい球投げる。1年目、1年目です。うわ、すごいな。すごくいい球投げて、あの他の立山さんというね、元ヤクルトのピッチャーがツイッターで、もうストレートもカーブもフォークもえげつない制球力で、なんでこんな人がスーパーピッチャーがなんでこのドラフト8位なんだみたいなつぶやいてた人なんだよ。でその子がドラ今回開幕投手ソフトバンク戦。すごいね。すごいです、これ。何してくるか分かんないね、本当に。新庄さん面白い、うん、ね、まあ、いろいろマニアックな話から、はい、分かりやすい話まで野球の話たっぷり聞きたいと思います。ゲストの宮本さんへの質問メールもお待ちしております。メールの宛先なっちゃんから。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、ナイツさんや私安藤夏への質問メッセージもお待ちしております。ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。はい、メールが読まれた方にはラジオショーオリジナルステッカーをプレゼント。番組に送られてきたすべてのメールの中から抽選で5名の方にもステッカーを差し上げます。それではナイツザラジオショー、この後3時30分までどうぞお付き合いください。司法書士法人中央事務所より大切なお知らせです。現在、キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば、4万円程度でもお借り入れを繰り返すと、27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるのかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるのかご確認ください。この時間は過払い金の確認なら司法書士法人中央事務所がお送りしました。あー、お腹減ったな。そんなあなたに炭水化物、タンパク質、マグネシウム、鉄分、ビタミン B1 も含有。毎日のエネルギーチャージにパールライス。このお米はついつい食べ過ぎてしまいます。適量を守って美味しくお召し上がりください。全農パールライス、やっぱうまいね。でおなじみ富士横浜店が3月26日首都高横浜港北出口すぐ近くに大きくなって移転リニューアル。オープニングセールも開催。首都高横浜港北出口すぐそば。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在、集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1100万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。
まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかしこれらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後にこの給付金ですが、請求期限があります。受け取れるはずのあなたやご家族の大切なお金を守ってください。ベリーベスト法律事務所は全国に50拠点以上、弁護士数270名以上、令和2年に B 型肝炎を提訴した方の約3人に1人がベリーベストです。さあ、あなたも今すぐ給付金がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。 B 型肝炎って言われたことがあるんだけど、別に体調が悪いとかじゃないんですよ。相談できないわよね。いえ、大丈夫ですよ。あなたとハッピー、垣原忠です。熊谷美穂です。明日は新潮社、中瀬ゆかりさん登場。世の中が見えてくる週刊誌斜め読み、お送りします。さらに日本テレビ藤井貴彦アナウンサーの新刊、伝わる仕組み、毎日の会話が変わる51のルールをご紹介。あなたとハッピーは明日も朝8時スタート。さてこの時間はいつもですと日替わり企画をお送りしておりますが、うん、はい、今週は火水木とスポーツ部のアナウンサーに入ってもらってお届けします。今日は荒井川雄二アナウンサーです、はい、よろしくお願いします。はい、北京から戻ってまいりました荒井川でございます。よろしくお願いします。そうですね、はい、ずっと落書きされてた、ですね、ビンドゥンドゥンの横の荒井川さん本当にその説はレポートでお世話になりました。でもう慌てて、はい、日本に帰国してからオープン戦などもいろいろチェックしまして、うん、取材も行ってまいりまして、で開幕にいよいよ迎えるか、いよいよですよね。もうじゃあもう野球戻りですんでね。そうですよね。はい、ね、はい、うん、近づいております。さあ、そんなですね、荒井川アナと一緒に、はい、こちらの特別企画をお送りします。花さんどうぞ。アナウンサーホームラントーク。はい、さあこちらではアナウンサーが知っている試合、球団、選手に関してのハプニングや、うん、さらにアナウンサーとして自身の失敗談などプロ野球の裏側を聞かせていただくコーナーです、うん、荒井川さんよろしくお願いします、はい、昨日この時間に出ておりました、うん、諸岡雅夫アナウンサーもクイズを出されていましたので、はいはい、うん、私からもクイズを1問出したいと思います。クイズですね。早速問題です、はい、昨年私ヤクルトの日本一実況の担当に当たりました。そうだそうです、そうなんです、うん、まあ、当たった持ってるアナウンサーということになりましたけれども、うん、その荒井川、中継担当試合でよく当たるシーンがあります、うん、それは一体どんなシーンでしょうかという、どういうことですか、当たるシーン。結構ですね、近年、うん、私中継担当してると毎年 1,2 回こういうシーンに出くわすんですよ。当たるんです。珍しいシーンに出くわすってことですね。そうですね、珍しい、あ、いいヒント出されましたね。珍しいシーン。珍しいシーン。珍しいシーン。はい、でも結局エロいことですもんね。珍しいっすね。荒井川さんといえばね。私が出てきたからって言って、ああ、花輪さん鋭いかな。大事、野球観戦でエロいシーンに出くわすってことなかなかないじゃん。まあ、好プレーもあれば珍しいシーンもありますよね。まあ、大きなヒントですが。チンプレーってこと？え？チンプレーですか？どんなチンプレー？チンだから、まあ、チンがまたね、ちょっとあれですね。チンがあれとか言わないですか？どういうこと？珍しい。いいっていうことですよね。良いこと？良いことなのかどうかわかりませんが、うん、まあ、よく当たるんですよ、実況担当してると。その場面に当たるってことですよね。はい、なんだろう。いかがでしょう、お三方。よく当たるがヒントなんですか？あ、ということはもうあれじゃないですか？送りバント。送りバント。わかんない。さん送りバント普通のむちゃくちゃした戦術の時です、普通のそれ。そっか、うん、よくあるやつだ。だからなんかな、記念のホームランの時とかの実況が多いとか、はい、ああこれも確かにね、うん、あることあるんですが、うん、では正解申し上げてもよろしいですか。なんだろう、あ、ぶつかった、ぶつかった、ファールボール、あ、花輪さん鋭い。では実際にそのシーンが起きた時の実況音声ご用意いたしましたので、お聞きください。第2球バットに当たって、そのボールがキャッチャーの伊藤光に当たりました。ファールボール、ボールカウンター、ワンボール、ワンストライクです。うん、伊藤光がかなり痛んでいますが。ワンバウンドでね、下から突き上がったから。バットの先からワンバウンドで、まともに、
これはご婦人方にはわからない痛みと申し上げておきます。これキャッチャーの宿命というふうなところもありまして、なんとか痛みこらえて座ります。まあボールにボールが当たってしまったというふうなそんな感じになりましたが、要するに、そうですか。そうなんです。ちょっと、はっきり言ってもらっていいですか、どこで当たったんですか。ボールがボールに当たったと私も実況を申し上げましたが、はい。言うわけないでしょ、去年の5月23日、実際に神宮球場、ヤクルト DeNA 戦、解説若松勉さん、実況、荒井川でお送りしておりましたが、6回、打席はヤクルト、塩見選手、で、ピッチャー、三上投手が投げて、打ったファウルボールが、ベイスターズのキャッチャー伊藤光選手のお宝に当たったという。もう想像絶するでしょ。これがその1回じゃないってこと、荒井川さんが。結構ありました。他のチームですと広島の相澤捕手あたりも結構こういうケースが多くて、で交流戦で2017年の5月に西武とやった時に、おかわり中村拓也選手のフルスイングのファールボールを、こちらワンバウンドじゃなくて、ダイレクトで上から、すごい体の中央に、はい、そういう時ってちょっと中断するじゃないですか、どれくらいでみんな回復するんですか。いや結構インターバル空きますよ。で、この叩いたりしてね、九段のこの今お聞きいただいた伊藤光捕手は、実は遡って2019年の同じ5月23日だったんですけど、東京ドームのジャイアンツ戦で3回のこうピッチャー大貫投手が投球練習をしているボールがワンバウンドになって、それが当たったことがあって3回がなかなか始まらないっていうのが。でも一応つけてはいるみたいですよね。ファールカップって言って一応プロテクターつけてあるんですよ、はい、で今は、はい、キャッチャーだけじゃなくて野手もピッチャーもつけてるケースがあるということなんで。そうですよね。でもつけててもやっぱり、それでもやっぱり高級っていうのは危ないんですよ。本当に危ないですか。痛いというか、まあ、息できないみたいなさ、苦しい。荒川さんじゃなくて若松さんじゃないですか。もしかして若松さんが持ってんの。いや全部解説の若松さんじゃないですか。若松さんがまた詳細に解説されるんで、下からっておっしゃるんで、私もちょっとその、もうそ解説のそのあたりでっていうことで、角度を伝えようと。実況しましたけれど。そうですか。すごいな。これはまた面白い問題です。ただこれ最近のこの野球の特徴で、ちょっとここから真面目な話ですけど、結構バットの芯を外す変化球を投げてくるピッチャーって多いんですよね。カットボールって言われるような。で、なのでこれバットの芯に当たらないので、ちょっと擦って、ファールボールにワンバウンドでなるっていうケースが多いんで、こういうケースが結構多いと。で、今年からまた3年ぶりに延長12回になるじゃないですか。で、ピッチャー、先発ピッチャー、なるべく長く投げたいってことを考えると、まあ、いわゆる空振りを取る球だと、三振だと3球かかるでしょ、1人のバッターに。で、1球で打ち取れば1球で済むから、なるべく球数を少なく投げたいってことを考えると、ひょっとするとこういうファールボールのケース増えるかもしれない。ちょっと詰まらせてね。詰まらせる球として。まさかの。すごいですね。股間に当たる考察してどうするその確率の。なので私、荒井川が実況するときは12球団のキャッチャーの皆さん、本当にお気をつけいただいて。可能性高くなるから。すごいね。今日は気をつけようということね。でも本当にこの延長12回、今年また再び戻るっていうのは大きなポイントで、まあ中継ぎ陣だとか、投手陣をね、しっかり整備する、あるいは新しい人を入れるっていうチームが結構上位に行くんじゃないかなと、勝手に予想してますが、はい。荒井川さんはちなみにどの球団が戦力が多いところが強いよね。まあ当然投手力というところで言うと、ベイスターズあたりも今永投手はね、ちょっと怪我出遅れってことになりましたけど、トミー・ジョン手術という肘の靭帯の再建手術をやった東投手がね、開幕投手で戻ってきましたんで、こういう投手力があるところ、もちろん後ろのピッチャーベイスターズいますし、でジャイアンツだってね、抑えに新しい大勢投手ね、っていうのもありますし、ちょっと面白いなって思ってるのはカープがね、カープはね、いいと思うんですよね。鈴木誠也選手はバッター抜けましたけれど、一応外国人とマクブルーム選手で補強してます。でピッチャーも、まあ揃ってるんですよ。大瀬良投手、森下投手、栗投手、床田投手、大体計算できるピッチャー、先発がいて、で、中継ぎで今年、黒原投手というね、左ピッチャー、関西学院大学出身のピッチャー、これドラフト1位です。それから松本龍也投手というね、社会人出身のピッチャー、右投げのピッチャーって、このなかなか生きのいいピッチャーを2人中継ぎで補強してるので、カープだ、こういうところが頑張ると、新戦力の中継ぎピッチャー頑張ると結構延長戦にも強いぞってことになってくるかもしれない。ただもう去年だって坂倉とか小園とかね、はい、そこら辺も一気にこう成長したじゃないですか。実は去年の9月以降のその後半戦のカープの成績って、優勝したヤクルトと同じ26勝上げてるんですよ。そうだからカープ最後すごい追い上げましたもんね。すごい追い上げて巨人危ないみたいなね状況になったじゃないですか。だこういうことがあるので、広島はちょっと注目といた方がいいかもしれないですね。なるほど。
強いかもしれないな、今年。なっちゃん、どう荒井川さんの話大体分かった、うん、はい。伝わった。はい、ね、伝わって。もうちゃんと、もう、じゃあちょっといいですか。うん、打った大きい大きい、あるいは入るか、入ったホームランホームラン。別にそれ、宮本さんの時のやつ。はい。え、はいじゃないよ。ここでやる。いや、本当に。予定ではなかったけどね。他の。他のやつ。本当に守んないといけないですよね。そうですね。大事ですよ。本当気をつけていただいて。うん、なお、実況私、うん、これ今の声も私の声でございましたが。そうです。それ、荒川さんの声なんで。自分の判定でね。ああ、なるほどね。ありがとうございます。はい、さあということで、うん、じゃあ最後に荒川さんからお知らせお願いします。はい、今年の日本放送、うん、ショーアップナイター、いつでもみんなのプロ野球をキャッチフレーズに、これまでよりさらに皆さんに楽しんでいただける中継を全力でお届けします。プロ野球の開幕、いよいよあさって金曜25日ということになりましたが、さあ日本放送では夕方5時30分から巨人対中日、実況生中継、解説は江本孟紀さん、実況は日本放送、煙山光則アナウンサーです。うん、でこの巨人中日の開幕戦中継、はい、今年のプロ野球界注目のニューフェイス、うん、初戦を迎える日本ハムのビッグボス新庄剛志監督の様子も現地から日本放送大泉健太アナウンサーが生レポートということで、福岡に行ってんすか大泉さん、はい、で先ほど花輪さんも、ね、お話になっていた、はい、あのドラフト8位ルーキーの北山幸喜投手、ピッチャーですよ、金子千尋みたい、北山さんのことも取材したんですか、ちょっと、実はオープン戦ってずっと9回だとか後ろを投げていて、うん、はい、新しい守護神候補と言われてたんで、うん、ひょっとすると1イニングだけオープナーと言われてるね、こういう戦略を取って、ビシッと3人抑えてから次のピッチャーに渡すかもしれないですね。でも守護神候補って勝手に思わせただけかもしれないですよ。何？ああ、先発でね。裏を書いて。まあもちろん大学ではずっと先発やってましたからね。さあそしてニューフェイスといえばこちら、うん、今年の日本放送ショーアップナイターには新しい解説者として、うん、この後このラジオショーにゲストで登場されます宮本和智さんが加入されます、はい、2018年まで日本放送で解説を担当されまして、うん、その後巨人で去年までピッチングチーフコーチを務められて、はい、今回が4年ぶりの解説復帰となります、うん、3月31日のヤクルト巨人戦が復帰後初めての解説となります、うん、去年まで現場の最前線にいらっしゃいましたので、本当ですよね、もう宮本さんしか知らない旬な情報どんどんと漏れ出てくるんではないかな、うん、いや楽しみ、はい、この後のご出演も本当に楽しみです、楽しみですよ、はい、めちゃくちゃ期待して、ね、ぜひシーズン中の宮本和智さんの解説にもご注目ください、うん、はい、ありがとうございます、うん、ということでこの時間荒川裕二アナウンサーにお付き合いいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ここで中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。毎月2万人以上の方からご相談を受けています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。香港です。ダニやってます。嫌われ者のダニやからって殺さんでもええやん。ダニの嫌がる成分で寄せ付けないのがダニクリン。ベッドやシーツにプシューッとスプレーされたら1ヶ月ほど近寄られへん。さすがやね、ダニクリン。誰がダニやねん、生き生き植木。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。
まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも、試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。ここでハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。はい、お願いします。お伝えします。横浜の都筑区にあります横浜市歴史博物館で、特別展みんなでつなげる鉄道150年、鉄道発祥の地横浜と沿線の移り変わりが開催されています。今年は新橋と横浜の間を結ぶ鉄道が開業してちょうど150周年の年にあたるということです。この節目の年に横浜に関わる鉄道各社の歩みを紹介して、鉄道愛好家の皆さんをはじめ多くの人に鉄道の歴史を再発見してもらえればという特別展です。相模鉄道や東急電鉄の模型、新幹線行き先表示板、JR 貨物機関士の制服、トロリーバスやシーサイドラインの写真など、貴重な資料がたくさん展示されています。期間は前期と後期に分かれて9月25日まで。会期中は展示の入れ替えもあります。6月には特別展の一押し資料や注目ポイントを説明してくれる展示見どころ解説も行われます。歴史博物館は市営地下鉄センター北駅から歩いて5分ぐらいです。9月25日まで長い期間やってますので、ゆっくりいらしてみてください。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さんはやっぱ赤福とかも好きですか？はい、赤福、あ、美味しいですよね。美味しいですよね。あ、いつ食べてもね、もらうと嬉しいです。あ、やっぱもらうと嬉しい。はい、一人で何個か一回いっちゃう。5個ぐらい？すごい。結構いきます。結構いけますよ。暫定トップです。ハローかなかの中で。はい、はい、トップ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。上さん4個だったから。ありがとうございます。ビーパイプの尾崎世界観です。野球を深く探求するポッドキャスト、野球 100%。 今回はセーバーメトリクスの専門家、鳥越のりおさんとデータで野球を分析します。クリープハイプ尾崎世界観の野球 100% パワードバイ日本放送ショーアップナイターは、日本放送ポッドキャストステーションで配信中。時刻は1時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。経済産業省は今日、東京電力ホールディングスの管内1都8県に発令している電力需給逼迫警報を今日午前11時に解除しました。日射量が増えて太陽光発電が稼働するため、電力需給が緩和される見通しだと説明しました。ただ供給余力は依然十分とは言えず、松野官房長官は午前の記者会見で電気の効率的な使用を今日も呼びかけました。電力不足により停電が発生する恐れは解消したと聞いていますが、引き続き無理のない範囲で電気の効率的な利用に努めていただければと思います。東京電力は北海道電力ネットワークなど4社から最大100万キロワットを受けていた電力融通を午前11時に終了したと発表しました。次はウクライナです。ウクライナ国防省は22日首都キエフの包囲を狙うロシア軍からキエフの西およそ50キロにあるマカリウを奪還したと発表しました。これは AP 通信が伝えたもので、激しい戦闘の末、幹線道路の支配を回復し、ロシア軍の北西からの進軍を一部食い止めたとしています。ただキエフ北西のブチャ、ホストメリ、それにイルピンの一部はロシア軍が依然占領しているということです。一方、アメリカ国防総省の高官はロシア軍が投入した戦力の1割以上を失った可能性があるという分析を22日記者団に明らかにしました。
ロシア軍が補給の計画を怠り、食料や燃料の不足に悩まされ続けていると強調し、防寒具も足りず、兵士が凍傷にかかって戦線離脱した部隊もあると指摘しました。次に、停電のため今日の始発から全線で運転を見合わせていた日暮里・舎人ライナーが午前11時半ごろ運転を再開しました。東京都交通局によりますと、架線が凍結したことによるパンタグラフの損傷が原因とみられ、東京電力の管内で電力需給が極めて厳しくなっている問題との関連はないということです。おしまいに、プロ野球日本ハムの今シーズンの開幕投手をドラフト8位の新人北山紘輝投手が務めることになりました。日本ハムは12球団で唯一開幕投手を公表していませんでした。新庄監督は、強い相手に全員で食らいつき立ち向かい、見に来てくれた皆さんに楽しんでもらうゲームをお見せしますとインスタグラムに投稿しました。日本ハムはあさっての開幕戦でソフトバンクと対戦します。新人の開幕投手は2013年の楽天の則本貴弘投手以来ということになります。ニュースは以上です。森田デスクでした。ありがとうございました。千葉雄大です。オールナイトニッポン55周年記念公演、あの夜を覚えてる、やります。私千葉雄大がパーソナリティの浮上役を演じます。ラジオが大好きなあなたに、ラジオが大好きな僕たちから精一杯届けます。藤尾亮太のオールナイトニッポン。続いて日本放送交通情報です。警視庁の小市さん、お願いします。はい。首都高速道路は中央環状線の日新宿ジャンクション方面へ向かう内回りが熊野町ジャンクションで事故のため、飛鳥山トンネルまでと5号線の上りの高島平までの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは埼玉県の狭山パーキングエリア付近で乗用車同士の事故のため7キロの渋滞、内回りは久喜白岡ジャンクションで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルを先頭に横浜青葉インターまで14キロの渋滞です。都内の環八通りの練馬区方面へ向かう外回りは杉並区環八五日市で3キロ半の渋滞、通過に30分かかっています。道路交通情報センターの小市でした。小市さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時56分ごろお届けします。メール来てます。コラサキンさん、主人が野球が好きでテレビでよく見ているのですが、うんうん、私は全くの野球音痴でルールがよくわかりません、うんうん、犠牲フライというのをたまに聞くのですが、うん、どういうことでしょうか。確かに犠牲フライって何ですか、ね、なんで犠牲になっちゃうの、ね、うん、フライって何ですか、白身魚の話ですか。めちゃくちゃ聞いてくんじゃんだから ギダとかね、犠牲フライとかって送りバントとかさ、犠牲っていうのは、うん、要するに自分 の打率が減ることはないんだけど、まあ、自分自身はもうその試合に貢献するだけのものになっちゃうから犠牲っていうんです、ね、自分がアウトになって、うんね、ランナーを進めるっていうのを犠牲フライ。打率とは、あーもうめんどくせえ打率、打率、10回打って1回打ったら1割とかね。1割、うん、打ったっていうのは、うん、ヒット、うんうん、アンダって、アンダ、アンダ、アンダって、アンダってな、アンダってなんだ、この後読みます。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。茨城県のアンテナショップ、茨城センス。東京銀座の店内には納豆や干し芋はもちろん、いちごやメロン、栗を使ったスイーツなど美味しいものが盛りだくさん。ダイニングやカフェでは旬の食材を使った期間限定メニューも提供しております。ぜひお立ち寄りください。車を売るならガリバー。まだ売るのは先なんだけど、今乗ってる車っていくらで売れるか知りたくてね。電話してみて。うん、よかった。お電話でお車の査定額を調べてみませんか。0120-66-4747、 66-4747。 はい、ガリバーです。中央事務所より大切なお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、
そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。毎月1万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信行です。花信行です。少々お待ちください。はい、メープル超沖縄の夏です。さあ2時のですね、天気予報を、お伝えしましょう。はい、安藤なっちゃんお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 8.9 度、湿度 42%。 東京地方、今日の天気は晴れのち曇りです。関東地方は次第に雲が広がり、夜遅く南部では雨が降る見込みです。神奈川県西部や埼玉県秩父などでは雪になることがあります。うん、予想最高気温は都心で10度前後と平年より低く、空気がひんやり感じられます。暖かくしてお過ごしください。私も打力だけで言ったら、元巨人のシャーマンマックやシェーンマックや元横浜のブラックスぐらいあると思います。初心者でも芯に当てればホームラン打てるっしょ。殴った人ね。以上、安藤夏の以上天気でした。打力だけではね。打力だけでいけない。打力だけはもうメジャー級ですから。シェイマック。私も打力だけで言ったらって言った瞬間、宮本さんが、むって二度見したけど。あれ、天気予報じゃねえのみたいな。はい、ちょ、天気予報でした。はい、ありがとうございます。二時台はゲストの方を招きしてお話聞いていきますが、本日のゲスト、宮本和智さんです。よろしくお願いします。宮本さん、今、なんか、あれなんですよね、社長付きアドバイザーに就任したっていうのは。そう、あのね、僕ね、肩書きが多くなっちゃってですね、去年まではね、巨人軍投手チーフコーチだけだったんだけど、社長付きアドバイザー、で、女子野球チームアドバイザー、そして、最後にね、ジャイアンツアカデミー校長まで。だから今日この後、今ジャイアンツ東京ドームで練習してるんですけど、でこの後東京ドーム練習終わり次第、あのアカデミーの入校式と、で今までやってきた子どもたち、小学校6年生の修了式をこれからやるんですよ。小学生のあのチームを、小学生です。小学生のあの東京都に何か所かアカデミーやってるんですよ。でその入校式を今日やるんです。そうなんですか。と修了式をやるんです。なんか今なんかニュースになってましたけどね、4番の子がなんかないかとかってなんか。あ、それアカデミーの。そうそう、アカデミーの子。あの今シーズンオフに、その各 NPB の12球団で、ジュニア野球っていうのをやって、各チーム作るんですよ。そして12月に対決さすんですよ。小学生のチームを。各球団いるんだ。各球団にその小学生のその選手チーム作ってやってるんですよ、試合を。はい。でも校長もなんかいろいろやって、広報とかではないんですか、ね、広報じゃないですね、校長です。社長付きアドバイザーって、社長付きアドバイザーっていうのは、まあ、なんていうんですか、現場、まあ、現場も出入りしてるんで、現場と、まあ、フロントのいわゆる愛の架け橋。愛の架け橋愛は架け橋だったんです。一応愛はあるからね、ジャイアンツ愛はあるから。まあ、なかったらやばいですよ。だから、選手の、まあ、悩みとかを、まあ、こういうことがやっぱり現場で起きてますよと。フロントの皆さん、ちょっとみんなで、この問題について解決しましょうよとかね。まあ、そういったことをですね。そういうのもやるんだな、それは。いや、でも、近くにいるんで、選手たち、いろんな情報入るんで、野球解説もやってるんで、それタレントもやってるんで、まあ、いろいろやってるんですよ。評論家もやってるんで、はい。評論がメインですからね。そうですね。そうですね。そのアドバイザーやってれば解説者でもね、めちゃくちゃ詳しい情報とかが。だから、やっぱりその辺は、守秘義務がありまして、これ以上言っちゃいかんなっていうのもありますけど。そうか。今日はギリギリのラインでいきますよ。何でも聞いてください。何でもいいんですか？結構じゃあすごい情報が知れるかもしれないです。今日なんか坂本勇人大丈夫ですかね？そうなのね。まあ
やっぱり野球界っていうの面白いでしょ、うん、あの細かい怪我ことを言わないじゃないですか、うん、例えば右肩がどうとか、うん、右肘がとか言わないでしょ、うん、上半身だからね、だからコンディション不良上半身だけしか、そう、要するに言わない方がいいということですね、まあ、昔はあの違和感とかなんかこんなんでごまかしたからね、うんうんうん、だからあんまり細かいことを言ってしまうと全治何日とか何ヶ月とかってバレちゃうんですよ。にしても上半身って広すぎる。広いんですよこれが。なるほどね。はい。だからそういった言い方をするんですけどね。なるほど。今日だから僕も本当に分かんないんで、はい、今日この後東京ドーム行った時にちょっと聞いてみようかなと思うんですけどね。坂本選手直接ね。はい、はい、教えないんじゃないですか坂本。いやいや僕にですか何ですか。社長好きですよ。何言ってんの花子何言ってんのよ。なんで疑ってんの宮本さん立場を。さあこの後たっぷりとお話聞いて。はい、よろしくお願いします。The Radio Show! カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。なんと、クレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。大谷さんプレゼンツザ・ゲストショー、この時間はありがとういい薬ですの大谷さんがお送りします。食べ過ぎ胃もたれ困ったら選ぶなら A、 決め手は4つの消化剤、油でんぷんタンパク質、胃もたれまとめて分解ウィッシュ。胃もたれに大谷さん A 錠剤、第5の大谷さん A 錠剤、食べ過ぎ胃もたれに効く第2類医薬品です。 Welcome to the Radio Show。さあ今週のラジオショーは、今年もプロ野球で楽しみましょうと題して、野球愛が熱いゲストの方をお招きしています、はい、本日のスペシャルゲストはこの方です。宮本さん。はい、宮本さんです。自分で言うんですか。あ、いや、はい、昨年までジャイアンツのチーフコーチをやってました、はい、チーフコーチ、投手チーフコーチやってました、はい、宮本でございます。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、これ自分で紹介するんですね。すいません、はい、いや、いいんですよ、はい、もうどうですか、やっぱりこの今投手コーチ終わって、はい、少しこうほっとしてるというか。そうですね、やはりこう肩の力を抜けてますね、はい、やっぱりこうプレッシャーっていうものを、うん、やっぱりそういう意味ではやっぱりないですからね、うん、外からしっかりと 見守っていくぐらいのスタンスで今いますから、うん、やっぱりね、やっぱ相当なストレス重圧ありましたよ。そうですよね。いや、僕ね、野球、まあ、ジャイアンツで13年間現役お世話になって、はい、で21年間、まあ、こういったねメディアでお仕事させてもらってて、もうないと思うじゃないですか。ユニフォームを着るっていうのはもうどんどん、由伸とかがね、監督やって、年下のメンバーがどんどんコーチとして入閣してって、もうないとこ、ないと思ったところで、たんたらなんつって原監督から LINE 来るわけですよ。LINE で来たぞ、一緒に戦う時が。ええ。いや、だからそれで何言ってんだろうと思って、いつも監督が LINE 来るときはゴルフやろうぜって書くんだけど、今回ちょっと様子ちょっとおかしいなっていうこと で連絡したら、来たんだよ、やるんだよ、やるんだよって。そうなんですよ。そうやって言われたんですね。監督の LINE 攻撃はすごいですよ。原監督も LINE 使うんですね。LINE 大好き。スタンプとかも使うんですか、原監督。大好きです。あ、スタンプでもね、ちゃんとね、こうスペースをこう開業して開けてくるんですごく読みやすいんですよ。さすがです。きっちりしてます。そこはちゃんとね、うちの監督は相手のことを思って。そう。だから読みやすいの。ダーって言ったの、ちゃんと開業して、最後にびっくりマーク2つバンバンってつけて赤いのをドーンと送ってくる。これは読み、巨人は知らなかった。こういうのを知りたいのよ。花形のラインは読みやすい。読みづらい人って誰かいるんですか。読みづらいのは元ゲーってなんか一言ですね、寂しい感じです。そうなんだ。了解しました。意外と淡白なんですね。そう、淡白淡白、はい、めっちゃ喋るの。ラインやってないですよね、広岡さんなんか。ラインいや我々は、うん、一軍の、うん、
いわゆるミッションっていうグループがあるんですよ。グループラインがあるんですよ。なるほど。で、五十数名、首脳陣一軍の、はい、関係者、監督、コーチ、選手、で、スタッフのグループがあるんですよ。それで、やっぱり誰かが一人試合終わって、まあ、お酒飲んで調子いい時なんて打っちゃうじゃないですか。でみんなでズワーっていくもんだからベンベンすごいなりっぱなしの時があるんですよ。そう、選手とかでも、はい、別にそういう打っちゃっても別にいいんですね。いいんですよ、いいんですよ。今日どんなことつぶやくの？よかったですとか。ただ、いい時よりも、やっぱり連敗してる時の方が、やっぱり監督が一言、よし、切り替えて、もう明日からもうスタートだ、明日から行くぞ、気持ち切り替えてってもう入るわけですよ。そしたらみんな、よし、行くぞ、やるぞ、行くぞって、こういうのがどんどん入ってくるから、ね。ね、もう夜中11時ぐらいでボン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 なっちゃうわけですよ。何事が起きてんだと思って、そしたらこう見たら、もうみんな選手とか監督コーチが入ってるわけですよ。すげえ、LINE グループでやってたんですよ、それ。岡本とかも LINE するんですか？みんなです、みんなです。みんな入ってくるんですよ。まあそうですね、ただね、ちょっと悲しい時があるわけですよ。うん、誰かが、はい、その1軍から2軍 に行く時のファーム落ちあるんですけど、その時に、また一から頑張ってきますとかっつって、で、誰々退出しましたって出るわけですよ。うわー、グループラインを。そこ退出しちゃいけないわけですね。しなきゃいけない。うわー、そうなんだ。そっか、一応、そう、ルールとして。一軍のそのラインなんで、グループなんで、二軍に行くときには、また一から頑張ってきますとか、また鍛え直してきますとか、いや、厳しいっすね。で、誰々退出しましたってこう出るわけですよ。へぇ、じゃあ宮本さんもこう、外れるとき、コーチ終わったときは、それありがとうございました。いや、今ね、まだしつこく残ってるんですけど、あれ多分使われてないですね。新しいのはもう配れてますね。あ、そうですか。はい、うわ、すげえ。でも、この間全部僕退出しましたけど。あ、でもそういう、もう今、プロ野球もそういう時代なんですね。そうですね。乗っ取られたりしたら危ないですよ、本当ね、それは。いや、いろいろ、まあでも、そうですね、連敗で、この時はもう、なんとか坂本勇人とかが、キャプテンがガーって打ってくるわけですよ。行くぞって、明日はって、しっかり寝て、明日はまた違う、目の色変えて会おうぜとかって来るわけですよ。そう、基本、なんかこう、ふざけて、投稿する人はいないんですか、そこでちょっと。LINE の名前って結構適当じゃないですか。ああ、そうですね。だから自分の名前じゃない、わかんない、あだ名みたいな。例えば、ゴリラとかって入れてるやつ、それは監督に怒られてましたね。誰だこのゴリラっていうのは。だから、登録名ですね。だから、わからないから。そう。知りたいわけですよ。誰なんだって。お前は誰なんだっていう。はい。ずっとこの、押してるやつは誰なんだ。そう。ゴリラって誰なんだとか、ね。だから、原監督とかはもう別に、原辰徳みたいな。原辰徳。そこはなんか、嫌ですよ。原監督が頭あったら嫌ですよ。辰徳とかなんで。そうです。だから、もうその、ラインをしっかりして、ちゃんと名前をみんな入れるようになった。でもやっぱりコーチ時代、まあ現役時代からね、知ってますけど、原監督はやっぱり厳しかったですか、はい、監督としてはどう？いや、監督としては厳しいですね。でも、やっぱりユニフォームを一旦脱ぐと、もう全くですよ。もう本当にいい先輩で、美味しいものを食べさせていただいたりだとか、美味しいね、ワインとか、もうワイン詳しいんですよ。だから去年から桑田が来たんで、まあワインが詳しいんですよ、桑田もね。だから監督と桑田が、今までは、そう、今までは、宮、お前とかに飲ましたけど、美味しいです、美味しいですか言わねえな、なあ、マスミとかっつって。で、マスミが来て、桑田が来て、いや、これはシャルドネのなんとかかとかっていうわけですよ。俺も知らんことも、わかんないから。だから監督にとっては夕食は今、そのワインの話で盛り上がるから今楽しいんじゃないですか。やっと話が合うね、人が来たみたいなね、とこでね。そう。そういうのもありますね。ですけどもね。でも、長期政権で、原監督もなってまして。まあ、だって、まあ、ここね、数年はもう原監督以外で優勝してませんから、そうですね、やっぱり原監督っていうのは、本当にその、はい、プレーボールをかかったら、ガラッと変わりますからね、いや、それはもう、われわれにとっても、はい、もうキビキビしてますよ、すね、ベンチの中では、ね、本当、緊張感とか、ぴゃーっと、もう張り詰めてますよ。やっぱね、ピッチングコーチのプレッシャーっておっしゃってましたけど、はい、何が一番大変なんですか、このコーチの立場って。大変なのはですね、やっぱり野手出身の監督さんっていうのは、皆さんそうなんですけど、はい、フォアボールが嫌いなんですよ、はい、まあ、投手出身の監督もそうですけど、でフォアボールで、例えばピッチャー交代します、はい、でいきなり変わったピッチャーが、ボール、ボールって、ツーボールになるでしょ。その時は、いろんな体、いろんなとこから汗出ますよ。スーン
つってこう背中を伝ってね、汗がピューって出てくるし。なるほど。それやっぱり投手出身と違うわけですね、野手出身と。まあそうですね。まあ今まで僕は、うん、王さん、藤田さん、うん、長嶋さんの時に現役時代お世話になってなってたんですけど、やっぱり野手出身の監督さんっていうのはやっぱりこう、やっぱり我慢できないんですよね、フォアボールっていうのが。だから早め早めでの交代が多いですよ。でも原監督は王さん長嶋さんに比べたら結構我慢される方ではありますね。方ではあります。内野手の監督と外野手の監督とまたちょっと違ったりもするんですか。外野手、内野ですけどね。今やっぱり内野を、うん、の出身の方っていうのは内野のいわゆるこうバント守備とか、まあ、作戦とかね、そういろいろあるじゃないですか、うん、その作戦ね、うん、やっぱり細かいですよね。はい、まあ、吉野君なんかは監督したときはちょっとこうバッテリーはもうバッテリーコーチに任したりだとかそういうのもありましたけども、はい、まあ、全体をこう見れるのが外野の出身の監督ですよね。やっぱ違うんですよね、キャッチャーと内野とまたね、それぞれ違う。だからキャッチャー出身はやっぱり細かいでしょうね。はい、多分今安倍晋之助コーチがね、いろいろこう指示を、うん、ディフェンスの方のコーチもやってますから、うん、そしたらやっぱ細かいことをやりますよ。まあ、去年だっていろいろこういったサインもやってみたいですねとかっていう。途中からね、安倍さんが、そうなんです、監督と一緒にやってましたよね。はいはい、だからファームの監督やってる時に、うん、まあ、いろんなこの、例えばバントシュートだとか、うん、牽制だとかっていうのはいろんなことをこうやったみたいなんで、うんうん、なんかそういったこともいろいろ一軍でもやってみましょうよっていうのも案もありましたからね、はい、そういった意味ではすごく守り、ディフェンスに関して言えばやっぱり細かいことを やってきますね。なるほど、はい、今年いろいろ期待、あ、ごめんね、いいですか、うん、サインってあるじゃないですか、はいはい、あれってどのぐらいの頻度で変わるんですか。サインはですね、例えば、うん、スクイズとか1回ゲームで使ったら、うん、もうその試合中に変えちゃいますね。あ、試合中に、試合中に変えます。ああ、そっか、もうね、うん、読まれちゃうから、1回出したらもう、うん、まあ、スクイズってそんなにある、うん、まあ、1回あるかないか、ね、まあ、1年で3回か4回あるかないかなんで、うん、1回試合の途中でこう使ってしまうと、うん、その次からもうその場でバーンって変えますよ。なるほど。次変えるぞっていう。だピッチャー、一番大変なのはキャッチャーですよ。うん、ピッチャーのサインっていうのは、だいたい3種類ぐらい持ってるんですよ。うん、で、いろいろ、誤信法とかいろいろ使うんですよ。誤信法っていうのは、まあ、例えば1がストレートだったりして、うん、2がカーブ、うん、で、3がシュート、うん、で、4がスライダー、うん、で、5がフォークだとするじゃないですか。うん、はい、そしたら、1個目、例えば4出して、3出して何かを出します。うん、4と3足したら7じゃないですか。うん、誤信法で2ですよ。したらカーブなんですよ。わかんない。そういうのは僕らの時は本当使ってたんですよ。今はそんな使ってないみたいですけど、まあ昔はこのサインね、盗みとかなんかいろいろそういうの疑惑があったんで、我々ピッチャーは本当に3種類のサインを持てっていう。うん、だから、すごい計算しますよ。うん、すごい、早いですよ。自分で計算しなきゃいけないですもんね。計算しなきゃいけないです。だから、8だったら、誤信法で3とかね。で、足して9だったら4だとかね。だから、そういったのは。算数できないと、ある程度。で、一人だけいたんですよ、算数できないピッチャーが。ちょっと。やっぱり、一軍登板なくそのまま、上がってきたけど、一軍登板なくファームに行きましたね。サインが計算できないから。遅いんですよ。遅いんですよ。遅いんだ。こうやって、お前、ブルペンからちゃんと練習しとけってこうやったけど、ブルペンでも、いやいやいや、それダメでしょ、みたいな。じゃガルベスとかもやってたんですか、ちゃんとガルベスとか。いや、外国人は。外国人はね、そこまでじゃないですね。日本人だと。日本人の我々の時代は特にですね。今はそんなに、こう、サイン盗みとかそういうのはね、ないんで。なるほど。いや、今年のジャイアンツ、ね、僕はもうもちろん優勝だと思ってるんですけども、やっぱ開幕ローテーションに、はい、やっぱルーキーの赤星、はい、あと3年目の堀田健心、はい、あと山崎伊織2年目、はい、この辺は入るという、はい、入るしましたけど、いやもう、もう3月に入ると逆算するんですよ、はい、例えば3月25日で1週間前に誰が投げたか、はいはい、で結局金曜日、なるほど。なので。オープン戦でももうローテーション通りになる。菅野智之はもうね、途中で発表されましたけども。はいはい、そしたら、土曜日は誰かったら、やっぱり山崎寄りになりますよね。はい、で、日曜日はルーキーの赤星になりますよね。この3人はもう決まりじゃないですか。ローテーション入ってるんだ。特にやっぱりキーマンになるのは誰だろう。やっぱ智之でしょう。菅野。やっぱり菅野がね、やってくれないと、それはね、
やっぱり若い選手に、そこを、ま、我々は期待しても、それはかわいそうですよ。なるほど。うん。やっぱり最後、最後で滑り込みセーフで戸郷が入ってきましたけど、やっぱり戸郷が入ってきたから僕はまだちょっと安心してるんですよね。だから高橋祐希なんかも阪神戦いいんだから、阪神戦投げさせちゃえばいいなっていう。やっぱりこう、ある程度一軍の実績ある連中が先に投げて、そしてどうしてもダメだったら、入れ替えっていうのもありなのかなと僕はちょっと思ってます。いきなり若い人たちに、ね、そう、若い人たち多いですよ。そうか、だって、ねえ、さっき堀田健信も、多分、2カード目ぐらいの最後ぐらい投げてくるでしょ。そうなってくると、その若い選手を早めに使うっていうのはすごく勇気を得ることで、でもそこで一発にババってやられちゃうと、多分こう、やっぱその傷っていうのは深い、深いと思うんですよ。ね、チャレンジするときにプレッシャーになっちゃいますよね。そうなんですよ。だから、例えばある程度一軍の実績あるピッチャーが行って、それで1試合、2試合ぐらい投げて、で、もうそれで、いい成績がダメだ、収めることができなかったらそこでファームを落とす。で、若い選手を使うって言った方が気持ちは楽ですよね、若い選手も。はい。そう考えたらビッグボスが今日発表したあの、はい、北山さん、ドラフト8位のなんかね、僕さっきちょっとニュースね、見ましたけど、誰ね、誰ですよね。いやー。ノーマークですか、やっぱり。ノーマークでしょう。だから、そういった若い選手っていうのは、僕はちょっと大事に使ってもらいたいなと思うんですよね。で、やっぱり最初、ババってこけてしまうと、やっぱりその1年間も本当にダメになっちゃう可能性があるんで、だから最初は楽なところで投げさせてあげた方がいいのかなっていうのは僕の中で思いますね。大野さんもルーキーの時は、ああ、もうちょっと一旦また CM で、はい、引き続き宮本かもつ友さんにお付き合いいただきます。はい、はい、川北麻衣子です。腸が乱れるとお腹の調子が乱れがちに、そんな時は応対酸性腸薬、軟便便秘に効く第三類薬品。応対酸プレゼンツザ・ゲストショー、この時間はありがとういい薬ですの応対酸がお送りしました。宇都宮みどりです。コンサートスマイルフォーチルドレン子供に笑顔を4月16日土曜日、17日日曜日、中目黒キンキラシアターで開催します。劇場では皆様の安全のため空間除菌を実施しています。詳細は中目黒キンキラシアターのホームページをご覧ください。伊集院光です。僕ね、人それぞれ趣味があっていいと思うんです。でもそれが誰かに迷惑をかけたり、危険に巻き込んだりするのはいけない。だから車の不正改造はダメです。みんなに、そしてあなたにも危ないから。車の不正改造は絶対にやめてください。自動車整備振興会です。茨城県のアンテナショップ、茨城センス。東京銀座の店内には、納豆や干し芋はもちろん、いちごやメロン、栗を使ったスイーツなど美味しいものが盛りだくさん。ダイニングやカフェでは旬の食材を使った期間限定メニューも提供しております。ぜひお立ち寄りください。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。ご存知ですか？建設現場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。建設現場と聞いて皆さん、大工さんだけをイメージしていませんか？実は、内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら、誰もが救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。明日お昼11時半からは、清水ミチコとナイツのラジオビバリーヒルズ。桜も咲いたということで、ただいまフラワーリクエストを募集中。アグネスちゃんです。フラワー一番好きなのもちろんひなげしです。お彼岸なんだからやっぱり彼岸花でしょ。秋の花ですけどね。今年もプロ野球で楽しみましょう。サナイズ・ザ・ラジオショー水曜日、はい、今日のゲストは宮本和友さんです、はい、メール来てますか？若い女性からチータンさんですね、はい、私野球のこと何も知らなくて
宮本さんのことは野球好きの昔の俳優さんか、あの勝俣さんみたいな元アイドルの人だと思っていました。野球選手だったんですね。トークが完成されすぎてませんかっていう。確かに若い人はもう、はい、あの、うん、番組 MC のイメージかもしれない、うん、いやそう思います、はい、いやでも僕変な経歴あって、うん、はい、僕、引退する3年、うんうんうん、前からですね、はいはいはい、ラジオ番組とかやってたんですよ。そうか、だから、現役の時から、現役の時から、ラジオ番組やってたからね。変な野球選手だったんですよね。それでもすごいことですよ、今の場合は。俺何やってんだろうと思いますよ、本当だ、本当だ。だからでも、選手呼んで、うん、で、ああでもない、こうでもないって言って、はい、あの番組とかやってたんですよ。はい、それすごいですよ。今いないですもん、現役で番組持ってた人なんてね。いやー。あの後元木ヘッドやったかな。やっぱ二人なんですね。この二人秋山翔ね。秋山翔。ああそっか。やりました。やりました。文化放送で。あそうですか。やりましたね。珍しい。珍しい。今でもねそれは。そういうのやってたんで。なんかあれですよ。農会とかでも引っ張りだこでしたよ。なんかそうですよ、ね。なんかやるの。はい。そうです。テレビ全員こういうわけじゃないけど。でもね僕は喋るのはプロじゃないんで、はい。だから失敗してもいいわけですよ。だからプレッシャーないわけですよ。なるほどね。はい。じゃあ楽しそうなんだ。気楽なんですよ、ね、いやだって喋のプロじゃないでしょって。いや聞いた人はもう喋りさんでもないと思って聞いてるんですよ、ね。はい、さあじゃあ今日はですね、はい、宮本さんにですねこちらのコーナーお付き合いいただきます、うん、パートナーがジャッジホームラントーク、はい、さあこちらはゲストの方に野球の魅力を語っていただき、はいはい、野球に詳しくないリスナーの方も野球ファンになってもらおうというミニコーナーです、うん、野球に関するお話、宮本さんならではのプロ野球豆知識などをですね制限時間内にいくつか披露していただきます。そうですね、まあ、はい、あのやばい暴露系の話だから一番さらす、はい、誰かとさらしていただければさらすっていうね言い方悪いですけど、ね、ちょっとね、いろんな情報を聞きたいと思うんですけど、はい、準備よろしいでしょうか。いいですよ、お願いします。はい、はい、そしてジャッジするのはソフトボール経験者ですが、そんなに野球に詳しくないメープル超合金安藤夏アンパイアが、うん、アンパイアお願いします。はい、お願いします。はい、まあ、先ほどもね一個押しましたけども、うん、面白そう、興味あると思ったらこの音、打った、大きい大きい、あるいは入るか、ちょっと難しかったなと思ったらこの音、打った、大きい大きい、切れなければ、あるいはファウル、はい、ホームランかファウル、ジャッジをしていただきます。さあということで、それでは制限時間は90秒です。では宮本さんよろしくお願いします。ホームラントークプレイボール、はい、プレイボール、お願いします。はい、ね、はい、ジャイアンツ、まあ、東京ドームね本拠地ですけども、はい、本拠地の、まあ、舞台裏というから、ベンチ裏ってどういうことが起きてるかというと、はい、お風呂ね、はい、お風呂サウナついてるんですよ。でサウナもでテレビもついてて、はいはいはい、で毎回ですね、サウナ好きは誰だって言ったら原監督、はい、で宮本、はい、もう僕とあと吉村っていうこの 3人がもうサウナ好きの 3,、はい、3名なんですけど、はいはい、で試合終わると入るんですよ、はい、試合終わって監督もやっぱり勝った時はいいですよ、はい、で負けた時のサウナっていうのが非常に汗のですね質が違うんだよ、これ、うん、なんかだらーっとした汗が出てきた、一回打たれた日にはね、でサウナの中でちょっと監督との反省会とかも行えるわけですよ。であもう今日本当完敗だと、本当に監督すみません申し訳なかったですっつってこうまあいろいろ謝ってですね、はいはい、で実はまあ次はこうこうにしていこうって言った時に、うん、もうよしまあ切り替えていこうよって言った矢先にジータスとかついてるんですよ、テレビが。テレビで。で、今日の振り返りとかやってるんですよ。おい、また打たれたのやってんじゃねえか、みたいな。おい、またか。まあ、いや、この球はねえだろう、とか言われながらですね。もう、なんとかサウナのテレビだけはもう決勝に欲しいです、負けた時はね。違うチャンネルにしてる。そうなの。勝った時はそれままでいい。テレビショッピングでもいいんですよ。だから、それやっといてくれればいいんだけど。もうそれが、ね、切り替えられない。そう。お金があるから。これはすごい。いや、このサウナトーク、ありがとうございます。全部俺使いそうな話だな、これ。いいな。使っちゃダメ。うん、さあ、それでは、安藤アンパイア、ジャッジお願いします。打った、大きい、大きい。これに来た時に、わけわかんボタン押したら。あ、よかった。本当ですか、ありがとうございます。サウナあるの知らなかったですね。水風呂もちゃんと完備されてるんですね。
整ってるんですね。整うんですよ。楽屋まで行かなくていいんですね。楽屋行かないです。スパ楽屋じゃないですよね。黄色ビルのとこにあったんですよ、この楽園さんは。それがなくなって楽屋になってる。そうなんですね。だから楽屋も結構行きますよ。あ、行きます、行きます、行きます。大好きです。でも監督とかがサウナ入ってると、そこに選手ってなかなか入っていけなくないですか？なかなか入ってこないですよ。ですよね。なかなか入ってこないです。ちょっとやっぱりその、じゃあ、原宮本吉村専用サウナみたいな。まあそうですね。勝った時はもうワイワイこうね。やるんですけども、でも負けた時はもう本当にもう地獄のサウナ。結構大きいこのブースぐらい。まあそうですね、うん、でも人数が限って、まあ今コロナ禍なんで、まあ、3名ぐらいにしとこうって言われて、いいやっぱりね、だって巨人ならではですよね、はい、他の球団で、いや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 、増えてますよ今。ホットモットなんかすごいですよ。え、神戸、あ、ホットモットじゃねえ、あそこ、大阪の大阪ドーム、京セラドーム、大阪ドーム、京セラ、 あそこはスパみたいですよ。めっちゃいいじゃないですか。オリックスだから優勝したのかなって。ほんとスパでいろんなお風呂があってです、ね、新しいからね、比較的に、ね、そうですね、ということですよね。そうだからいい、ね、まあ、我々が泊まる甲子園行った時にとか、芦屋の竹園ホテルなんかもサウナはすごいです。やっぱスポーツ選手結構サウナとか水風呂好きな方、選手はですね、もう、はい、練習中、試合中に汗かいてるんであんまり入ってこないですけど、我々は、変な汗しかかいてないんで、なんかプレッシャーの汗リセットしたいんですよ。本当、本当整いたいんですよ。整いたいんだ。整って、よし、切り替えて、で、食事会場行くわけですよ。まあ、自分がやってない分ね、はい、もう疲れますからね、もうその時はでも原監督、うん、まあ、負けた試合でも、うん、もうそういうの全く気にしないで。気にするんですね。もう本当に切り替えてくださるんで、はい、まあ、楽しい食事会になるんですけど。サウナは必要ですね、そういう。サウナはいいです。整えましょう、みんなで。いいお話でした。いや、面白い。さあ、ということでね、うん、まあ、お別れの前に聞いておきたいんですけども、この春から宮本さんは、改めてね、日本放送のショーアップナイターの解説に就任されたということで、はいはいはい、どうでしょう、ショーアップナイターでこんな野球中継やってみたいなという、こう、企画とか。いや、一番やってみたいのは、この中でこうやってやってみたいですよ、この4人で。ああ。もうほら、テレビもあるじゃないですか。はいはい、はい。もうなんか、きっちり解説するんじゃなくて。もうお茶の間で。お茶の間で。ちょっとお酒でもいただきながら、そういうところでやりたいですよね。でもやばいんじゃないですか、酒飲んだ時に宮本さんが変なこと言いそうです。いや、それはもう、それはちゃんと僕も、それは内部情報ただまれってことじゃないですか。ただ、ね、やっぱり僕昭和の時代でこう、ね、昭和で生まれてこうやってきたんで、はいはい、その時はおじいちゃんおばあちゃん、今のおじいちゃんおばあちゃんがこう野球界をね、こう作ってきたわけですよ、はい、プロ野球界を応援してくれてね、はい、球場に足を運んで、僕はね今ね。うん、やっぱりこう野球っていうプロ野球っていうものを僕は届けなきゃいけないんじゃないかな、うん、今ね、うん、コロナ禍において球場に来てくださいってやっぱ言えないですよ、うん、だったら我々が行って、うん、パブリックビューイングなんかでね、こうやって、そして、うん、みんなナイツの皆さんとみんなでこうやって野球の、うん、まあ、解説したり実況したりして、うん、そしてプロ野球を届けるっていうのはどうですか。なるほど ね、 やっぱりその地方行って来てもらうんじゃなくてね、そうなの、届くっていう、そういうことをしたいんですよ。ああ、でもすごい、めちゃくちゃいい、届けなきゃいけないんですよ今。あ、でしょ、ショーアップナイターもじゃあそういうきっかけに、そう、そういったね、もうパブリックビューイングでみんなでやって、そこで東京ドームのビールのお姉様方を連れて行って、そこでシューってやってもらうとかね。そこでね、そこでやってもらうんですよ、はい、ビールサーバーで、はい、だから本当家でそれこそ中継昔みたいにやってないからね。そうなんですよ、そうなんです、めちゃくちゃ需要あるでしょう、はい、そうです、そうです、だからそういったのをね、僕は今届ける時代に来てんじゃないかなっていうふうに、まあ、社長付きアドバイザーが考えてるわけです。いろんなこう計画をね、さすがですね、社長付きアドバイザー、いや本当に社長に提案してね、そ う、 そうなんですよ、はい、そうやってみたいなと思って。すごい、ということでちょっと今シーズンは解説者としてね、はい、非常に楽しみにしておりますので、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。今日のゲスト宮本和友さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。茨城県のアンテナショップ茨城センス、東京銀座の店内には納豆や干し芋はもちろん、いちごやメロン、栗を使ったスイーツなど美味しいものが盛りだくさん。ダイニングやカフェでは旬の食材を使った期間限定メニューも提供しております。ぜひお立ち寄りください。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。僕は
時代が大きく変わった今、本当の豊かさとは何だろうか。答えはきっと一つじゃない。そう思えたら今までの景色が違って見えてきた。だから問い続けよう。走りながら通勤にワクワクを、あの人とあの場所をつなぐテクノロジーで便利に、人と地球に優しく、恐れず行こう。常識に縛られずに、想像が続く限りどこまでも行ける。行き先は新しい未来。 JR 東日本グループ。ラジオリビングのお時間です。スタジオには前島香乃アナウンサーが入ってきてくれました。はい、夏さんよろしくお願いします。今日はですね、毛穴汚れをすっきり落として節水もできるシャワーヘッド、エンジェルエアプレミアムを改めてご紹介します。実はですね、600本限定のご用意だったんですが、午前中で完売してしまいまして、一切追加できない予定だったんですけれども、奇跡的に追加することができました。ただし数に限りありますので、お早めにどうぞ。ラジオリビングだけで延べ7000人以上の方にご愛用いただいている大人気商品。最近頭皮ベトベトするな、抜け毛が多いな、少しでも節約したいという方に特におすすめです。この大人気の理由なんですけれども、シャワーヘッドを変えるだけで今お使いのシャワーよりも圧倒的に汚れを落として節水もできる、いいこと尽くしのシャワーに変わるからなんですね。まずですね、今日は初めにどれくらいこう汚れが落ちるのかっていうのを実験してみようと思いまして、はい、今スタジオに今日ご紹介のシャワーヘッドが取り付けられたデモ機があります、はい、でメーカーの方いらっしゃるんですけれども、はい、皮脂汚れに見立てた油性マーカーで手の甲を塗ってるんですが、これ完全に乾かしてるのでこすっても落ちないんですよね。 あれね、次の日も落ちないやつね。そうなんです、結構べったり塗っちゃってます、はい、ここにじゃあこのシャワーを当ててみます。でシャワー当てて、うん、優しくスルンスルンと、え、嘘っしょえ、もう落ちたんだけど。そうなんです。しかもゴシゴシしてないですよね。本当に油性？はいそうですよ、本当に油性ですよね。油性マーカーで塗って乾かしたのにゴシゴシせずにスロンスロンと。そうなんです、これ秘密がありまして、毛穴よりも小さい泡、マイクロバブル発生させることにあるんですよ。このマイクロバブルが毛穴の中に入るので普通のシャワーでは落とせない毛穴汚れを浮かして落としてくれるんです。マイクロバブル、はい、すごく細かい泡なんですよ。あの水的には、はい、あの大きめな水だったように見えた。そうなんです、勢いがあるんですけれども、これでこう、うん、一つ一つマイクロバブル細かいので、うん、ああいった汚れでもペロンと落としてくれちゃうんですよ。そうなんです。でこの先ほどナスさんもおっしゃってましたけれども、結構水圧というかすごかったじゃないですか、普通のシャワーと同じくらいの強さでしたよね、うんうん、なんですが抜群の節水効果もあるんです。従来のシャワーヘッドよりもおよそ 40% も節水。よく節水シャワーっていうと水の流れが弱いんじゃないかとか思いの方いると思うんですが、結構勢いよく浴び心地もよく浴びていただけると思います。でこの節水の効果なんですけれども、4人ご家族の場合、水道代とガス代合わせて年間でおよそ1万9000円以上節約できちゃうという、まあ、今結構そうなんです、大きいですよね。大きい。今いろいろなものが値上がりしてるんですが、これ自分がピカピカになって汚れも落ちて、しかも節水もできちゃう、もう嬉しい効果たっぷりなんです。さあそして気になるお値段です。似たような商品で3万円から4万円以上するようなものもあったんですが、ラジオリビングの特別価格、税込み9980円です。1万円切ってますよ。これなかなかないです、正直チャンスですよ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 にどうぞ。もう本当に浴び心地ももちろんなんですが、こちらも数々の特許技術を持つ水の専門家集団がたっぷりとした浴び心地を体感できるように設計してますので、節水してると思えないくらいの満足感もね、あるんですよ。実際に使われた方からメッセージ届いてます。使い始めてから肌の調子すごく良くて驚きです。この春一人暮らしを始める孫にもプレゼントしたいと思いますとか、弾けるような浴び心地気に入ってます、節約もできて大満足ですと、もう大絶賛なんですね。こちらぜひ体感してみてください。
毛穴汚れをすっきり落として節水もできるシャワーヘッド、エンジェルエアプレミアム、ラジオリビング特別価格税込み9980円です。関東1都6県は送料無料。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。またインターネットやラジオリビング LINE 公式アカウントからもお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください。前島香音アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。田中美和子でおま、鶴子の噂のゴールデンリクエストでは最後に一言リクエストを募集中。いよいよ番組も終わり、最後に一言あの4文字ほら言うてみ。そんなの言えるわけないでしょ。さようならでいいんやけどな。少しで言うところだったじゃないですか。鶴子の噂のゴールデンリクエストは今日夕方5時30分から。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。先週やった花尾さん家の晩御飯当てるゲームまたやりたいです。いいよ、じゃあ昨日のうちの晩御飯当ててみて。3つの質問で花尾さん家の晩御飯のメニューを当てるゲームですね。それは美味しいですか？はい。いや、もったいないのよ。え、ね、本当ですか？はい。なんで疑ったの？いや、もう2個使っちゃったよ。うーん、それは茶色いですか？いいえ。わかりました。え、鍋焼きうどん。正解は餃子でした。くー、羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。当たるわけねえだろ。悔しいな。もっとなんかポピュラーなやつに色だけ聞いて、うん、鍋焼きうどん茶色ですって言ったら何なんて言ったの？カレー。ああ、違います。はい、うん、微妙だしな。もったいないね、質問下手だね。難しいですね、質問って難しいですよ。美味しいですか？毎週やってほしい。美味しいですか？毎週やって。面白いですかね、これ。しないです。さあ、備えレシピショーのコーナーです。このコーナーでは、防災と食をテーマに、羽衣フーズさんの商品を使ったレシピを紹介していきます。いざという時のために備えておきたいのが、缶詰などのストック食品ですが、せっかくなら美味しく食べたいですよね。ということで、我々もちょうどお腹の空いたこの時間に、思わずがっつきたくなるような、魅力あふれるレシピをお届けしてまいります。そして、こちらのコーナーでレシピを紹介していただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。久しぶりにこのスタジオが、ね、戻ってきていただきました。今泉さん、さあ、それでは今日紹介していただくストック食を使ったレシピは何でしょうか？はい、今日ご紹介させていただくレシピはレンチンで混ぜるだけキーマカレーです。まずは材料をご紹介します。今日は1人分です。羽衣フーズパパッとライスコシヒカリを2つ、羽衣フーズ低糖質ミートソースカーボフを1つ、羽衣フーズミックスビーンズを1缶、カレー粉小さじ1、お好みでドライパセリとポテトチップスを少々ご用意ください。ポテトチップス、はい。続いて作り方です。皆さん、ローリングストーク。ありがとうございます。うん、生でやるのはいいですね。嬉しいです、うんうん、パパッとライスを表示通り加熱します。耐熱容器に低糖質ミートソースミックスビーンズカレー粉を入れて混ぜて、ふんわりラップをして電子レンジで3分加熱します、うん、ご飯とキーマカレーを盛り付けて、お好みでドライパセリと砕いたポテトチップスをかけると出来上がりです、うん、今日はすごく久しぶりに試食をしていただけるので嬉しいです。めっちゃうまい。これもちろん具材も美味しいですけど、うん、これ美味しいですよ、お米、うん、パパッとライス美味しいですよね。美味しい、うん、はい、あの今日は常温保存できるものだけの組み合わせなので、うん、本当ローリングストックにぴったりなものなんです、うん、ね、はい、あのポテチも、ね、合うんだ。ポテチ合うんですよね。うん、食感も入って塩気も入って。これ低カロリーなんですか？これ低糖質で、うん、はい、糖質 50% オフのミートソースになります。ミートソースなんだ、カレーになるんだ。はい、カレー粉を入れるだけなんです。あのちょうど1週間前に宮城福島で震度6強を観測する地震がありました、はい、関東地方も強い揺れが起きました。
あの日たまたまなんですけど、夕飯食べてる時に高校生の息子に今日は防災ごっこだって言って電気を消してランタンでご飯を食べてもらったんです、うんうん、そういう予測みたいな、はい、あの停電ごっこってやってるんですけど、でその後に本読む時もランタンや懐中電灯でどっちのが見やすいなんてたまたま試していたんです。でその後にあの大きい地震が来たので、子供も心の準備ができているので、やっぱり慣れておくとメンタルケアになるなって実感しました。慣れてなかったから、あの昨日あったじゃないですか停電で、はい、少し解除されるまで、はい、寒くて、はい、でももう厚着になれなきゃなこういう時はとかと思いましたもんね、はい、あの本当に備えてたんですね、はい、あのその地震の時花輪さん本棚が転倒しないような対策をしたって聞きました。それはホームセンターで、あの買ってったんですけど、あれ本当に全然違いますね。落ちて、もう良かったですね。全一冊も落ちてこなかった。良かったです。あの前に私こちらで寝るときに枕元に3つ置くといいよってお伝えしたので、はい、1個ずつ言ってください。夢となんだっけ、靴パ、ライト。はい。ああ、愛ですね。愛ですね。枕元に愛。ね、そういうことでしょ。そういうことですね。はい、あとホイッスルお願いします。ホイッスル。はい。ああじゃねえ。あのその時にやっぱり停電もしましたし、昨日も今日も節電って言われていて、で私昨日は電子レンジも炊飯器も一切使わなかったんです、やっぱりこの節電ということで。なるほど。で例えばこのパパッとライス、これなんかだってチンしないといけないんじゃないの。パックご飯は皆さん電子レンジでチンすると思われているんですが、もし停電とかと節電する時には湯煎をしてください。じゃあポケットガスコンロとかでああいうので、はい、でこの上を蓋の面を上にして湯煎すれば温めることができますし、あとは蓋を開けて中身を出してフライパンで炒めてください。そうするとチャーハンの時はもうパラッパラご飯になるんです。いいんだ、そのままの状態でね、チャーハンできるんですもんね。あとお水入れてふっくらするとご飯として食べられますので、今はちょっと節電ですので皆さん、はい、工夫をしてください。ちょっと防災のね、こう訓練にもなりますね。そうなんです、慣れておくって大事ですよね。はい、さあそれではですね、今泉さんまとめの一言お願いします。今後起こるかもしれない余震に備えて防災グッズや食材を備えておきましょう。ありがとうございます、さあ来週もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますのでよろしくお願いいたします。今回のレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するので、そちらでも確認してください。そして番組特設ページでは羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますのでそちらからご応募ください。今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。以上、羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショーでした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか。羽衣フーズ、ねえ、ははは、人間どもよ、この世界を滅ぼしてやる。そうはさせるか。くらえローリングストック。解説しよう。ローリングストックとはいつもの食材を多めに買っておいて食べた分だけ買い足す新しい備蓄方法なのだ。おいヒーロー、それってもしもの時でも普段通りの食事ができるってことか。そうだ、安心だろ。教えてくれ、お前の名は。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りしました。ここでハウスドゥからのお知らせです。訳あって家を売らないといけないが本当は引っ越ししたくない、そんな方に今のお家に住みながらお家を売却、さらに平均40日
最短5日で資金調達ができるハウスドゥのハウスリースバックをご紹介します。お話を伺うのは古田敦也さんのテレビ CM でもおなじみハウスドゥの富永さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、現在の持ち家に住みながらその家を売却できるというのはどういうことでしょうか？はい、通常ですと今のお住まいを売却しましたら住み続けることはできないんですけども、ハウスドゥのハウスリースバックならお家を売った後でも賃貸として住み続けられるんです。またお客様の希望があればですね、そのお家を再度購入していただくことも可能です。なるほど、今のお家に住んだままで売却できれば引っ越しも考えなくていいからいいですよね。そうなんですよ。また売却いただいた際のお金は最短で5日、平均40日でご用意をさせていただいております。売却された後はハウスドゥが所有者になるので固定資産税も払わなくていいというのもポイントです。いろいろメリットがあるんですね。利用しているのはどういう人が多いんでしょうか？はい、老後資金に不安があってですね、ゆとりを持って生活したい方や、娘や息子たち孫たちの援助のため、持ち家を現金化しておきたいという方が多いですね。2019年度の当社の調査では、顧客満足度 97% とたくさんの方がご満足していただいております。どうしても老後のお金や、ね、相続の心配はありますからね、こういう選択肢は助かりますよね。はい、今日はですね、実際にご契約いただいたお客様からおはがきをいただきましたのでご紹介させていただきます。神奈川県の40代のご契約者様から、親も高齢になり介護や税金など予想以上に費用がかかるため毎月悩んでいましたが、ハウスリースバックと出会えて早くこの資金に、ぐりにめどがつき、さらにお家の耐震工事なども提案していただきました。両親のお住まいも安定し、兄弟でも、揉めることなく、まとまったお金で介護の費用も支払うことができましたと。いいですね。詳しく知るにはどうしたらいいですかね？はい、まずは分かりやすいと好評の無料パンフレットをお送りしますので、お気軽にお電話ください。今のお家に住みながらお家を売却できる、ハウスドゥのハウスリースバックの問い合わせは、0120-350-340 まで。ハウスドゥのハウスリースバックは0120-350-340、 0120-350-340 までどうぞ。なお、ハウスドゥのハウスリースバックをお取り扱いできないケースもありますのでご相談ください。ハウスドゥの富永さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。時刻は2時50分です。続いて浅草かっぱ橋道具街がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まず、ウクライナです。アメリカの CNN テレビは22日、ロシアによるウクライナ侵攻の拠点となったベラルーシが近く参戦する可能性があると報じました。アメリカなどの当局者の話として伝えたもので、ベラルーシの戦闘部隊は早ければ数日中にウクライナに侵攻する準備ができているということです。これについて松野官房長官の記者会見です。予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。いずれにせよベラルーシはロシアによるウクライナ侵略を自国領域の使用を認めること等により支援をしています。今回の侵略に対する明白な関与を我が国として見過ごすことはできません。今後とも事態の推移を強い関心を持って注視をしていく考えであります。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領が今日午後6時から日本の国会でオンライン演説を実施します。侵攻を続けるロシアに徹底抗戦する考えを強調した上で、日本にさらなる支援を要請する見通しです。海外の首脳の国会演説がオンライン中継されるのは初めてで、衆議院のホームページでも一般公開されます。松野官房長官は記者会見で、思いをしっかり受け止めたいと述べました。今回のロシアによるウクライナへの侵略は、欧州のみならず、我が国を含むアジアにとっても自分の問題として受け止めなければならない問題であります。ゼレンスキー大統領は世界各国に向けて協力を求めており、こうした思いをしっかりと受け止め、国際社会が協力をしてウクライナを支援をしていかなければと考えております。なお、ゼレンスキー大統領の演説の模様は一部日本放送でも生中継でお送りします。次に、警視庁は今日電話で FX
外国為替証拠金取引への投資を持ちかけ現金を騙し取ったとして20代から30代の男8人を逮捕したと発表しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは東京豊島区に住む無職金田雄介容疑者ら8人です。警視庁の調べによりますと8人は去年7月長崎県に住む50代の男性に電話をかけ FX 投資を勧誘し実在が不明のセーシェル島の外国証券会社の口座を作らせて現金70万円を振り込ませ騙し取った疑いです。詐欺グループは勧誘の際オーシャンプロジェクトという架空の会社を名乗っていて警視庁は去年6月から8月にかけ20の都道府県のおよそ50人から合わせておよそ1億5000万円を騙し取ったとみて調べる方針です。おしまいに女子テニスで世界ランキング1位のオーストラリアのアシュリー・バーティー選手が23日自身のインスタグラムで現役を引退すると発表しました。25歳のバーティー選手はインスタグラムにテニスが私に与えてくれた全てに感謝している、やり尽くした、他の夢を追う次のステージに進む時が来たとしています。ニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。料理がうまけりゃ万事が OK、 商売繁盛かっぱ橋、家庭円満かっぱ橋、プロも通うにゃわけがある、千客万来かっぱ橋、万歳三唱かっぱ橋、料理道具は浅草かっぱ橋道具街。続いて日本放送交通情報です。警視庁の原さんお願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜町田インター付近まで9キロ半渋滞しています。関越道の上り線は鶴ヶ島ジャンクションで1キロ半の渋滞です。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。埼玉県の国道463号線は富士見市下南畑付近で工事のため埼玉市方面に向かう外回りが3キロの渋滞、内回りは500メートルの渋滞です。日本道路交通情報センターの原でした。原さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分ごろお届けします。はい、ブサイクルショップさんです。ゲストの宮本和智さんのお話面白かったです。巨人の1軍に LINE グループがあったなんて驚きでした、2軍落ちで退出するのは気の毒ですね。もし地上芸人が地下芸人落ちした場合もやはり LINE は退出しなきゃいけないんでしょうか。あ、地上芸人の LINE グループ逆じゃないですか。だからでも地下芸人ラジオで地下芸人の LINE グループ俺あるのね。あ、やってんの。やってんの。だからこあのもう今ちょっとやってないんだけどね。そうそう。でそれでたまに今週力士出れる人いますかってやるじゃん。はい、ただもう地下深いやつほど早いね返信が。まあそうだよね。行きます。出たいっていうやっぱ多いから。でも地上に出たらもう大会しなきゃいけないですもんね。そうなんだよ。そういうことですよ。じゃあそのもう1年以上やって、その LINE グループから地上に上がって退出した人は何人いるんですか。いやもう三日月マンハッタン中峰くんは地上でいいんじゃないかな。じゃあ大会ですね。大会かな。地上でいい。そういえば全然電話してない最近。そうだね。地上地上か三日月マンハッタン。今でも365日1日こう何日だったらこの日っていう何やってこち亀のやつでやってます。今 YouTube でやってる。あ、原点に戻ったね。やってます、やってます。毎日やってます。やってるから。あ、そう。電話してみようよ。あ、しましょう。電話してさ、え、はい、どういうことどういうこと。次、いや次。あ、もう時間ないんだ。時間ない。ここは20秒。時間ないんだ。あとで電話してみようよ。はい。今日3月23日なんですかみたいな言えばいいの。そうですね。あ、そうなんだ。何の日っていうのをやると思います。あ、わかりました。みんな地下ですよまだ全然。一人も卒業してないでしょ。地下芸人ラジオ。大会すると思うな。一人もいないですよ。まあ、友行き次第だな、友行き次第。菅も友行き次第だ。菅も友行きよ。友行きってよくない。ウェブメディアのグレイプが開催しているエッセイコンテスト、グレイプアワード。心に響く素敵なエッセイを、日本放送アナウンサーが朗読でお届けします。グレイプアワード、心に響くエッセイ。日本放送のポッドキャストステーションで好評配信中です。
老後の資金考えてみませんか？セゾンのリースバックは自宅を売って現金化、売却後もそのまま住み続けられるサービスです。仮査定は最短即日、詳しくはセゾンのリースバックで検索。セゾンのリースバック。野菜の品種改良ってどのくらい時間かかるか知ってる？知らない。10年ぐらいかかるらしいよ。すごい先の話だよな。お父さん10年後も遊んでくれるかな？それはお父さんが聞きたいな。10年先に必要とされる種を。種のガキ。あ、ネジ測ってネジネジネジゲージ。でもあの子の気持ちは測れない。ネジ厳しく測ってネジゲージ。でもあの子の気持ちは測れない。あ、ネジ毎日真面目にネジゲージ使ってます。速報ちゃん。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。国は現在、集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1100万円以上。この給付金ですが請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。 B 型肝炎って言われたことがあるんだけど、別に体調が悪いとかじゃないんですよ。相談できないわよね。いえ大丈夫ですよ。鳩のマークの引っ越しセンターです。親切丁寧安心がモットー。タンス一つでも OK。 無料お見積もりは 0120-191900 鳩のマークの引っ越しセンターまで。産地です。ラジオショー3時です。時刻は3時になりました。ナイツザラジオショーをお送りしております。さあこの時間のお天気なっちゃんからお願いします。はい、3時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 9.8 度、湿度 42%。 東京地方今日の天気は晴れのち曇り。関東地方は昼頃から雲が増えてきました。日中の気温は昨日より高いものの冬の寒さです。この後次第に雲が広がり、夜遅くから南部を中心に雨が降るでしょう。神奈川県西部や埼玉県秩父では一部雪になりそうです。服装で調整し、暖かくしてお過ごしください。私もホームへの突進力だけで言ったら、元ソフトバンクのズレータ、元阪神のマートンぐらいあると思います。初心者でも突進すればセーフになるっしょ。以上、3時のお天気をお伝えしました。マートン本当切れてたからな昔、キャッチャーが
コリジョンルールはこれどうなってるんですか？ない前だよね。なる前の。突っ込んじゃったから。突進して。ああ、なっちゃう。突進力だけではダメなんですよ。あるっしょ。ね。走塁好きだもんね。走塁系はね。はい。走塁が好き。走塁系。ただスピードは求めないです。あ、スピードは求めない。はい。馬力だけでね。馬力だけ。スピードがあるから馬力あるんだけどな、はい、さあこの後ね、はい、あのコーナーがありますので、はい、どうぞお付き合いください。あさって夕方5時30分からの日本放送はプロ野球開幕戦巨人対中日。開幕戦の解説は私江本武則です。私も1回から全力でいきます。今年もビシッと言いますよ。プロ野球あさって開幕。日本放送 The Radio Show。 この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介してこの番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。そしてただネタを紹介するだけではなく、その芸人さんはどの舞台が合っているのかを東京劇場専門家の安藤夏さんに決めてもらいます。先生お願いします。はい、お願いします。お願いします。東京劇場専門家です。東京劇場今日ちょっとね、っていうことですよね。そうですね、いけるっしょのコーナーお休みですので、ね、あ、そうですね、こちらの方ね、はい、夏先生よろしくお願いしますよ。あ、先生、はい、ありがとうございます。宮本さんはどこになりますかね。宮本和友さんは、宮本さんはお笑いの方ではなかったので、はい、まずは中野 V スタからスタートしていただいて、お笑いの人じゃないと中野 V スタからスタートなの。スタートしていただいてそうなんだ。やっぱ原点なんで。原点で、ね、あ、そうなんですね。まずはね、そこからすごいですね。日テレの MC とかやってる人なんですけどね。お笑いやるのであれば中野 V スタからやるんだったら中野 V スタからスタートということです。はい、さあ、今日もですね、芸人さんに動画でネタを送ってもらってますので、スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください。後ほど番組ツイッターに動画の方もアップするのでぜひご覧ください。さあ、それでは早速ネタを紹介していきましょう。まず一組目はこちらです。人力車の伝統的正統派コント師、バイオニ。俳優の松本さんですよね。はい、私フリーでライターやってまして、ちょっといい写真が撮れてしまったんで松本さんに買い取っていただけないかなと思いまして。え、先週の金曜何されてました？うわ、ドラマの打ち上げで飲んでたけど。六本木でだいぶ飲まれてましたね。次の日息子さんが運動会だってのに、パパがあれじゃ。その運動会でゴールテープを切る息子さんの写真です。ん？その写真をね、買い取っていただけないかなと思いまして。なんだこいつ、いい写真ってお前、いい写真のことか。いかがです？いくらだ？50円です。格安じゃねえか。学校の掲示板に貼ってやって、なんか欲しいのに丸つけて買う時のメタンじゃねえか。で、好きな子の写真を丸してバレていじられて、あ、恥ずかしいの狙うんだろ。何ですか？何ですかじゃねえ、いっぱい喋った。いかがです？あ、こんないい写真お前買うよ。バイオニーのお二人すごいね。やっぱりこの顔側もちょっと、この宣材写真 どっちがどっちなんだこれ。どっちだ。あ、久我くんがツッコミなのかってことですかね。久我雄太、あ、久我くんがボケなの。松本正幸のね。この宣材写真逆になってない？メガネはどっち？潜在だとこれ本人たちも書いてあるけどさ、松本さんがバイオニー、人力車の平均値と言われるぐらい地味な顔の2人です。そうだね。だからラジオだったら音声だけだから大丈夫だと思ってます確かになんかまあまあまあ180なんか2センチもあるように見えないもん ね、うん、でメガネかけてる方が、うん、その潜在は、うん、松本くんで、うん、はい、
かけてない方が久我くん、うん、でもその今見てるやつ、うん、コントだと逆になるって、うん、メガネかけてるのが、あ、メガネが逆になってるのね、メガネが逆、なるほどなるほどね、へ、うん、面白かったですね、ねえ、いや本当人力車、人力車っていう感じじゃないですか、正統派のコント師、そうですね、しかも、あの小道具なんかも作れるらしいですよ、美大出てますから、美大すごい、うん、ね、あ、東京ゼロ三さんのコントの小道具とかを作って、ライブのお手伝いしてるんだ。で、クレジット出せって言って、切れたみたいな。つくろうくんです、それは。そうですね、はい、すみません。はい。つくろうくんみたいなことして、はい、はい、はい、つくろうくんです、お願いします。やめて、はい、もう。つくろうくん登場させるな。やだ、そっか。バイオニの時間ですから。バイオニですね。さあ、それではバイオニ、これはですね、はい、どこの劇場がふさわしいか、安藤さんお願いします。下北空間リバティ、おお、いいですね、やっぱりなんかスタイリッシュというか、スタイリッシュですね、間違いないね、間違いない、空間リバティで受けそうな、バイオニっていうのもなんかね、おしゃれ なんか名前、バイオニって何ですかね、うん、ねですしね、うん、いいですね、聞いてるんじゃないでしょうか、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、さあ、じゃあ続いて2組目参りましょう、2組はこちら、松竹芸能のひょうきんおじさん、ダイソー光圀、どうも笑いの波の防波堤ダイソーミーツークーニです、やった水くんやってますよ、やったやったやった、ワンツー、個人情報キャッチアンドリリース、個人情報キャッチアンドリリース、食べ絶対なんのこっちゃねー、はい、ズドン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 、平屋だっていい、ドン平屋だっていい、ドン平屋だって、だってだっていい、バリアフリーでーなんと募集、ゾンゾンド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 ン、トンチのない国行きたい行きたい行きたい、トンチのない国行きたい、そこでトンチを始める、一休一休一休、慌てない慌てない、袋閉じ袋閉じ、ビリ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 、ジョエールのオーネスティー、なんのこっちゃねえねえのね、どうもありがとうございました。はい、ダイソー光圀さんでした、一言いいですか、評価に値しないです、出ました、ハリウッドザコシショウの辛口審査で一刀両断されましたけども。イエス・アキトの師匠じゃないですか。イエス・アキト。ダイソー光圀さん。あと、原始人社長かと思う。やっぱりこういるんですね、この系譜はね、ど真ん中ですね、なんかもう見た目もなんかど真ん中、いやでも賞金おじさん笑っちゃうよね、笑っちゃうっすね、面白い、30分とか やるのかな、営業の時とかはね、ダイソー光圀さんも、ね、最高だよね、平屋だっていいと、平屋だっていい、個人情報キャッチアンドリリースがさ、あのな、どういうイメージで動いてるのかもよくわかんない動きなんかないだろ、個人情報キャッチアンドリリースに。さあ、それではですね、この芸人さんどこの舞台で通用しそうかジャッジお願いします。世田谷ガヤガヤ感、は世田谷ガヤガヤ感、世田谷ガヤガヤ感どこだっけ、ガヤガヤ感っていうところで、はい、あの、ぜひ自分もちょっと世田谷ガヤガヤ感、関西の人だしね、光圀さんも大阪にいらっしゃいますから、ね、まあちょっとわからない人に関してはわからないと、にぎやかに、はい、ガヤガヤっていう名前にぎやかになんかねなりそうですよね、ガヤガヤ感だったら、世田谷ガヤガヤ感ねえ、持ちギャグが277個ある、あ、なんかリアルな数字だね、また今までないよね、何億個とかじゃない、すごい増えてるでしょ、多分そうですよね、ギャグ総選挙開催ってやってんだって自分で、ね、すごい、いいですね、面白い、面白かった、レギュラーテレビも持ってんの、大阪の人でしょ、だから向こうでやってんだよね、あ、そっか、うん、大丈夫です、タイガースの番組とかね、うん、結構やってるそうです、昔漫才やってたのかね、子供ウィス漫才新人コンクール、あ、漫才以外でもこれ出るんだ、うん、あ、だ長いよ、99年にからもう、いや長いよ、もっと前から年齢も昭和49年生まれだから、うちらの4つ上ですよ、大先輩サンドウィッチマンとかと同じ、そうだよ ねよく聞くよね、安田大サーカスの団長と仲いいんでしょ、この大先輩、ああそうなんだ、ね、はい、お名前はよく聞くけどね、はい、ちょっとまあ世田谷、うん、ガヤガヤ感をじゃあ、はい、世田谷ガヤガヤ感ね、ありがとうございます、ありがとうございました、本日の2組もね、ここからスタートして羽ばたいていくんじゃないでしょうか、さあお聞きの皆さんも自分に合った劇場見つかるといいですね、以上ニュースター発掘しましょうでした。
中央事務所から大切なお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。1万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士福間直也。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10 10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？卵3個でスピーディー。ガーダニエンのマットオフカニ玉、一口食べればパラダイス。ガーダニエンのマットオフカニ玉、子供も大好き。オーデリシャス。ガーダニエンのマットオフカニ玉。出川哲朗でした。暮らしの始まりにも素敵な出会いはあるよね。寄り添うように。一般住宅からマンション建設、不動産管理まで、住まいのベストパートナープラスト。ここでワウワウからのお知らせです。第94回アカデミー賞受賞式をワウワウで独占生中継します。注目は4部門にノミネートの濱口竜介監督ドライブマイカー。作品賞、脚色賞へのノミネートは日本映画史上初の快挙。受賞スピーチや豪華パフォーマンスなど、毎年数々のドラマを生み出すアカデミー賞受賞式。番組案内役はジョン・カビラと宇垣美里。スペシャルゲストに斉藤匠、中島健人。スタジオゲストに河北真由子、町山智博を予定。人間と時代が生み出す受賞式のドラマをお伝えします。さらに受賞式をより一層楽しむための特別番組、歴代の受賞映画特集を合わせて放送配信中です。日本作品が受賞するかもしれない歴史的な瞬間をワウワウでご堪能ください。第94回アカデミー賞受賞式生中継は28日月曜午前7時30分からワウワウで独占生中継です。ワウワウオンデマンドなら無料トライアルもできます。詳しくはワウワウで検索。メールいただいてますか？はい。あ、電話します。中身で。あ、そっかそっか。うん。何聞くんだっけ？なんかこっち亀の？今日のこっち亀。今日のこっち亀。もしも、あ、もしもし？早っ。あ、すいません。聞いてた？聞いてました。あら、前半聞いてました。あら、中峰君、今日のこち亀を教えてください。3月23日。今日のこち亀。今日は、うん、あれです。世界気象で天気ですね。あ、そうなんだ。ああ、世界気象でやってます。え、これ、こち亀やってんの？あ、ごめんなさい。あ、どういうふうに言えば聞けばよかったの？合ってます。あ、合ってんの？あ、世界気象でこち亀でやってまして、うん、発出場に台風が来るんですよ。はい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 。で、みんなが、両津がいるせいだって言ったら、両津が怒って、うん、そこまで言うなら、出てってやるっつって、うん、裸になって、発出場出てくんですけど、うん、そしたら発出場晴れて、雨雲が両津追っかけてくって話が。やってるんだね。めちゃくちゃだな。それ今日のやつだもんね。ああ、そっかそっか。今日ですね、危ない。今日はですね、毎日やってますんで。毎日あるの？こち亀って。毎日あるの？多分あると思います。今もう毎日あげてるんで、1年やろうと思って。1年間毎日。今週野球ウィークなんだけど、まあ、宮本和智さん、あるこち亀。宮本和智こち亀でやってます。やって、嘘つけ。なんでやってんの？やってます。はい。ピッチャーでしたっけ？はい。はい。ピッチャーです。うん。両津が、200キロぐらいの球投げるんですけど、はい。どうやったんだって言ったら、腕にピッチングマシーン仕込んで。あるんだ。あるんだね。ああ、すごい、ね。中峰君、最近さ、カズレーザーと一緒に住んでんでしょ？あ、もうあさって引っ越すことになりまして。あら。たかしでしょ？そうです。たかしとカズレーザーと、園芸温泉の山木と、うん、
の家に行かせてもらうことになりました。あらー、よかったじゃん。明後日から一緒に住むんです。へえ。じゃあまたクイズ熱がね。そっか。カズも好きだし、ね。クイズ好きだから。はい、楽しそうだなというところなんで、お世話になります。相方は元気してんの？元気ですよ。さっきもネタ合わせしてまして。うん、あ、そうなんだ、うん。何に向けてのネタなんですか？M1 です。早くないですか？あれ、M1 もう出れないんじゃないの？早めにやんないと。あ、またユニットで出んの？去年、はい、ユニットでやろうっていうことになりまして。よざさんだっけ？早くないですか？ 3 月でもう M1 のネタ合わせしてんの？いや、これぐらいからやんなきゃもうダメっしょ。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 さすがに、よざさんと組んでんのあれだ。しゃもじだ。そうそう。優勝したい、優勝したいんで。ああ、そう。優勝もこち亀でやってます。優勝も。優勝も。何優勝って。例えば。あのベーゴマオリンピックができたときに、はい、ドーツがダントツで優勝するって話こち亀でやってます。ベーゴマオリンピック。ベーゴマ強いんだけど、それあるだろうけどね。ライングループの話出たんだけどね。さすがにライングループはこち亀ではやってないですよね。時代的にないでしょ。ライングループこち亀でやってます。やってますよ。の？はい、どういうこと？ライングループだ。グループ作って、はい、同窓会をやるんですよ。テレビ電話で。はいはいはい。それのあのテレビ電話って言っても携帯じゃなくて本当のテレビでやるんで、はいはい、そのテレビの向きを変えるっていうバイト両津がやるって話をこっち何のバイトなんですか意味わかんないですよ同窓会やるときに右向けてくれっつったら物理的に向けるあ、そんなバイトやってたんだ面白い。ああ、結構前だからね、おそらくね。ああ、まだ携帯ができる前。ありがとうね。ダイソー三つ国はやってないでしょ。ダイソー三つ国はこち亀では。こち亀でやってます。ダイソー三つ国の話やってる？こち亀で。はい。中川のフィアンセっていうのがいるんですけど。はい。笑い方ブババババガッポガッポっていうダイソー三つ国さんぐらいよくわからんことが。ああ、やってるやってる。そっか、やってたんだ。ダイソー三つ国ぐらい、わけわかんないけど。ああ、ありがとうね、中峰くん。はい。はい。上ね、半年ぶりぐらいになっちゃったけど。忘れてたから、また電話します。はい。ありがとうございました。すごい。やっぱちょっと実力的にはもういつでも地下芸人から抜け出していいんですけど、ね、いやもう申し訳ないよ、あんな地下何階に入れてんのは。一緒に一緒に大会させましょう。ね、大会です。だって中峰くんが一番本当早いんだよね、返信が。あ、そうなんだ。どの地下芸人よりも。そこは見習ってほしいよね、本当に。でもすごいね、カズレーザーとまたこう一緒に住むっていう。そうなんですよ、言ってましたね。園芸温泉の山木とね、山木と、たかしちゃんと。たかしは一人暮らししろよ。わかんないけど。いやいや、カズレーザーもそうでしょ。カズレーザーもめちゃくちゃ稼いでんだ。稼いでんだからさ。独立しろよ。一緒に住んでるってすごいな。楽しいんですって。まあ、楽しいんだろう。芸人と一緒にいる。あ、そうなんだ、まあ、ね。その生活がね、好きだったらいいけどね。中宮君もいいね。なんか楽しそうだね。そうか。そうだね。はい。うん。はい。さあ、短めのメール一通お願いします、はい、なっちゃん。うん、ユミチーさん、うん、なんでバックスクリーンの下のところにお客さんを入れないんですか？あそこに人を入れたらもっとたくさんの人が入れると思いませんか？花尾さん、バックスクリーンの下教えてください。バックスクリーンの下なんか構造上できないんじゃないの？でも最近あそこのバックスクリーンの下があるんだけどさ、ちょっとこうフェンスくり抜いたシートが今できたからね。フェンスをくり抜いた、フェンスのとこからこう覗けるシートみたいな、外野手ぐらいの目線になって新しくできたんだよっていうところもあるんだね。そうそう。この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート、この時間は東京ガス、三菱商事、味の素、田中貴金属グループがお送りします。あ、
静寂がスタンドを支配する、そんなサッカーがあります。障害者スポーツ、ブラインドサッカー。アイマスクをした選手たちの頼りはこのボールの音と仲間や相手の声だから、観客席ではお静かに、でもゴールの瞬間だけは思いっきり声を出していいんです。やったー。知ると楽しい、見るともっと楽しい。田中貴金属は日本ブラインドサッカー協会を応援しています。あ、財布にお金がない。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、 ATM ならローソンへ。1時からお送りしてきました日本放送ナイツラジオショー、あっという間にお別れのお時間となりました。この後は辛坊治郎ズームそこまで言うかでお楽しみください、うん、明日は我々ナイツ11時半からのビバリーヒルズにも出演しますので、はい、ぜひそちらからお聞きください。お願いします。ラジオショー、今週は今年もプロ野球で楽しみましょうと題して、うん、連日野球愛あふれる放送をしておりますが、明日のゲストは三宅裕司さんです、うん、大のヤクルトファンですからね、はい、三宅裕司さんもね、熱海五郎一座の話もするかもしれないです、はい、そういう話が違うますから、はい、熱海五郎一座の話は違いますから、野球の。何、うん、まあまあ、野球ではない、ね、なんで拒否するのかも分かんないですけど、はい、野球ではないからそうですね、はいはい、そしてですね、来週は月曜火曜が我々ナイツ春休みということで、はい、休みになりますので、うん、休んでなかったからね、一切めちゃくちゃ休んだわ先月コロナでめちゃくちゃ休んだわ。そうですね、なので、はい、月曜日はちょっと私、ね、とマットズレーザー、はい、コンビでメイプル超合金とノラちゃん、ノラちゃんです。ああ、面白そうなね。月曜日カズレーザーがついに来てくれます ね、 初ですよね。初めて上昇、初ですね。カズレーザーも一緒にね、うん、メイプルと奪われそうだな、なんか、ん、奪われそうだな、奪われそうですね。じゃあやっぱり春休み取らない方がいいのかな。いい、休まない方がいいんじゃないですか。休まない方がいいのかな。大変ですよね。ゲストはね、ナゴンが来てくれるそうですね。月曜は、え、ナゴン、ナゴン、ナゴンが来てくれます。ナゴン、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 お盆こぼん、お盆こぼん、お盆こぼんじゃないです。お盆こぼん。いや、それ来週水曜日、地球事故じゃ分かるでしょ。ザジザジでしょ。ザジ。それ来週水曜日のゲストはわらふじなるおの二人と。あ、わらふじなるお大好き。もう我々いますからね。はい、ね、あ、水曜日はいます。来週は、ね、月火だけちょっと、ね、そういうことですね。ヤンブンさん、うん、野球のこち亀僕もあります。え、少年の更生を願い、非行防止キャンペーンの野球大会をやることになった両津率いる警察チームと、うん、暴走族チームが東京ドームで戦い、試合の途中でコンサートを控えたアーティストで元高校球児の矢沢水吉が暴走族チームに加わり、うん、延長45回引き分けで終了するという話があります。矢沢水吉が加わるんだ。いや、そう、水吉暴走族チームに。僕もありますって何も分かんないけど、それはあるだろう、別に挙手制なんすか。それはあるよ別にね。野球はあるよ、それは。いっぱいある絶対。野球はあるよ。宮本和友さんとか細かいとこでなかったよ、別に宮本さんの話じゃなかったから。ピッチャーになったって、ピッチングマシンを腕につけたって話だ。でも何でも無理やりつなげるから、ああいうのにもうクレーム来たらもう終わりだね。ラジオとかももうそれ出たいよ、そ、うん、クレームしないよ、はい、我々はここまでのお相手はナイツの土屋と、メイプル超合金安藤夏でした。また明日。